番組はコスプレイヤープロジェクト集団のコスミックスが、はい、中心となってお届けするコスプレイヤートーク番組でーす。はい、毎回多彩なコスプレイヤーをゲストに迎えて、普段ブログとかツイッターには書いてないような番組ならではのトークや、それからね、さまざまな企画などバラエティに富んだ内容でお送りしていきたいと思います。はい、放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生放送ですので、はい、視聴者の方はコメントの書き込みじゃんじゃんお願いします。お願いします。またこちら、中野にある中野 M スタジオからお届けしております。お近くの方ね、今からでもどんどん遊びに来てください。もうね、なかなかもう2階席まで埋まっちゃってるんですよ。まだ立ち見入れる。今ね、2万3900人ぐらいいるんで、まだ全然入れる。いっぱいだわね。キリがある。チケット盛り大変だったね。そうそう、みーちゃん、やっほー。はい、私はみーちゃんです。おいおいおい、ちょっと自己紹介させて。はい、私ね、はい、見ていただけますでしょうか。MC 担当します。ニコ生しやってます。コスプレイヤーもやってます。ミーヤと申します。よろしくお願いします。ミーヤー、ありがとうございます。ぬじちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。はい、してはい、私シキでございます。シキでございます。シキでございます。おはようございます。はい、してはい、はい、おっぱい担当。やばいからね。そうだね、今日ね、爆入します。私だって、あ、やめときますね。閉めとこ初見さんごめんなさい、失礼しました。いらっしゃいませ。今向かってる。ありがとうございます。ありがとう、お待ちしております。はい、まずね、この番組ご覧の方で、まだ私たちコスミックスについてご存知ない方もいらっしゃいますので、うん、はい、コスミックスについて説明したいと思います。ということで、ゆずきちゃん、お願いします。はい、私が説明します。私たち、コスミックスはコスプレイヤーが集まったプロジェクトグループになっております。普段それぞれ活動するコスプレイヤーなんですけれども、集まることによってここでは成し得ることのできなかった活動を今後いっぱいやっていこうというようなプロジェクトグループです。この番組をはじめとしてコスプレイヤーの1日カフェイベント、コスミーツなど、様々な活動をしていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、プロジェクトに、参加していただけるコスプレイヤーの皆さん応募しますので、よろしくお願いします。募集なめいつも応募って言っちゃうんだよね。そう、いつも言ってるよね。本当でございます、はい、ゆずきちゃんありがとう。はい、これもいつも通りですね。さて、今回20回目となるんですけれども、素敵なゲストの皆様にね、最終回もお越しいただいておりますので、自己紹介の方お願いします。銀玉の高杉です。はい、かっこいい。ありがとうございます。
決めですね。ガンプクいいでございますな、はい、じゃあ今回ね、はい、このメンバーでやっていこうと思います。では、今日のね出演者さんについてもっとね、はい、皆さんによく知ってもらいたいので、その前に、コスプレの紹介だね。あ、そうだね、はい、コスプレの紹介をね、改めてしていただこうと思います。じゃあいつもの順番で、いつもの順番で、はい、はい、かしこまりました。はい、お願いします。いつも私から入るんですよね。しかも自分から立ち上がっちゃった。早いでしょ。どうしよう、早いでしょ。最終回にもなるとね、もう時短ですよ。はい、はい、もう時短ですよ。そうですよ。ワンピースのカリファです。かわいい、はい、今日のポイントはどこですか。今日はポイント、これね、衣装全部作ったんですよ。すごい、そうなんです、頑張った。これ、そうそうそう、自分の体にフィットしてる感じ、うん、そうだね、うん、フィットしてるの、そうですね。もうゼロからすか、ゼロから作って、ゼロからですね。すげえ、ゼロから作って、で、あの裁断を間違えてここをあの切っちゃって、ミスが起こったんだけど、なんとかしているっていう状況。大丈夫だなと思った。見ないでほしい。でも見ないでほしいと言っても見えちゃうかもしれない。そうだね、見えちゃうかもしれないからね。これはもう作り直したくないね。そうなの、作り直したくなくてね。はい、チェックさん、はい、終わりです。以上です。あ、今回再出演の人3人いる。全員なんだ。なんか人すごいね、いっぱい見てくれてる。全員って言ってくれてる人も、ありがとうございます。ございます。じゃあ続いて、はい、今日は戦国無双のくのいちっていうキャラのダウンロード衣装かな、ダウンロードコンテンツの衣装です。あとね、27日にね、無双オロチね3が発売したのね。おお、出たばっかり。そう、記念っていうか、なんかこう、うん、そう、ちょっとアピールしようかな。高まってね、グラブルではない、グラブルではなく、売り物でね、衣装はね、私もこれ全部作りました。おー、すごい、すごい。模様もね、描いたの。うん、でもね、なんか模様が謎すぎて、うんうん、適当。え、でも見えないよ。綺麗。ここ何かわからないものだ。え、そうそうそう。なんだかわかんないの。でも、うん、見てても何もわかんないの。わからないままに。だからこれなんか適当に描いて。これ何で描いたんですか。これね、布用のね、絵の具があって。それ、マジックじゃないんだね。そう。なんかちょっとかすんでる感じもいいかな。いいじゃないですか。そうか、味が出て、ね、ちょっと今日はやっぱ久しぶりにおっぱいを出してて、すごい天体でござる。実はでかいんだぞっていう。実はじゃないよ、実はでかいんだぞっていうの。これがさ、強調してるもん。この後ろ見たいでしょみたいな。寄るな寄るな寄るね、かわいい。ありがとうございます。チチ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 、おっぱいボイボイ。なんかテンションが低くなったね。そうそうそう、模様制作あるあるですね。そうなんです。とりあえず書いておく。雰囲気、ね、雰囲気大事。あ、タッチ、お、タッチ来た。タッチだよ。チューとか言わない。タッチ。こんな感じで。ここ大丈夫なんですか。これで。これはね、大丈夫です。謎の位置に入って。謎の位置。謎が多い衣装なんですね。そうそうそう、確かに。オフ。オフ。でもなんかね、いないものとして扱われてる。オフ。ご褒美です。親父にもぶたれたことない。OK できました、ね。ありがとうございます。すごい。よく作るね。ヒャッハーって。喜びのヒャッハー。はい。はい、どうも私です。どうも。今日は FGO のモードレットで来ました。モさん。モさん。開けられた。ちょっと上着てるんですけど、あの寒いんで。寒いから、はい。FGO モードレットです。脱げって言われてるよ。脱げって隣から言われてる。あ、隣から。コメントまで脱いでよ。コメントちょっとなんか、あ、ちょっとあれかな。雑なさ、これちょっと見せてあげた方がいいと思うよ。雑ななんかさ、あのこうクリップがさ。じゃこれね、まあ、買っちゃったんですけど、うん、じゃ寄らないカメラ。父持ってる。いや持ってない。持ってないっていうか、もう見えないように頑張ってる。うん、そう、こう買っちゃったんですけど、これ筒だったんですよ、買ったら。わかります、うん、あのね、こういうさ、横から見たらこういうラインじゃないですか、こっちがおっぱいで。そうだね、ね、うん、こうなるよね。後ろが下がるのが筒じゃないですか、うん、もうなんかね、筒だったの。辛い、ただの筒だったの、うん、だからじゃ下もキュッてなんないから結構動いちゃうんで、だから後ろめっちゃ詰めてるんですよ、うん、それがクリップなんだね。そう、すごい雑、うん、はい、筒にクリップついてる。そう、筒ってもうほんと筒。はい、青ターン、青ターンやめて、青ターンやめて、見えないところの青ターンをしないの。ここに青ターンを押して、
今入れてるの。モーさんはね、父ないキャラだから、ね、そうないキャラだからね、ちゃんと入れてないんですよ。ちゃんと入れてないってなんだ。はい、以上です。ポイント、あ、ポイントあれね、ポイントは頭かな。ここがすごいね。ビッグセットマジ大変だったから、うん、自分で買ったけど。前髪がすごいいい感じ、ここのひょいって、うん、髪型も近しい、うんうん、宮にしたセクシー、どういうことやしてるわって。この跳ね具合とか、そしたら結構ね、ハゲちゃったりとか、あと重たいんですよね、うん、でどんどん交代してきて、うん、番組終盤にはハゲてるかもしれない。普通のミアが出てるかもしれない。あとこれ、あの君らがくれたあのアマゾンギフトのね、アマゾンギフト、はい、袋を利用します。うわー、めっちゃなんだ。なんか見たことあると思う。これアマゾンギフト、アマゾンコラボ。この中にあの例のね、黄色の紐入ってますから。はい、以上でーす。以上でーす。以上でーす。パチパチパチ。じゃあ、ペアちゃんお願いします。はい、グランブルファンタジーなんですけどね。出た。出てるよね。ソシャゲのね、グランブルファンタジーなんですけどね。うん、はい、サイエムさんが作ってるゲームなんですけどね。うん、はい。それのピンク色の髪の毛のナルメアちゃんっていうキャラクターの。2月の1週間ぐらいしかガチャを回せない限定のスキンで、うん、私は3万円分の衣装を使って出ませんでした。いやー、めっちゃ頑張ったやん。衣装で、あるあるだな。そう、でもこれちゃんと作ってこうちゃんとハートにね、振り抜いて、ね、本当これもこう見えないはずなんだけど、ちょっとね、2次元をね、3次元に起こすのは難しくてですね、なかなか持ってなくて、でここにね、こっちか、うんうん、あ、ない。あ、これか。あ、おっぱいで見えないね。チョコレート、もう、ね、自分から見えないからね。そうなんだね、おっぱいで。これそう、チョコレートの剥がしたい。なんかローチがあったり。そうなんですよ、意外と。すごいな。そう、ミニスカートなんだけど、これ意外と見えないっていう。すごいセクシー。めっちゃ可愛い。見えそうで見えない。いいですね。立って。これ背中は開けてるの？背中？背中で開けなかった。あ、そうなんだ。寒いから。寒いから。そうだね。きっとあの来年 あのバレンタインにまたあれが来ると思うんですよ。修正っていうか、あの新規イラストがね、その時に穴を開けたらもう引き返せないデザインが決まるので、そうそう、次のねイラストまでこれです。おありがとうございます。バレンタインね、それがバレンタイン嬉しい。そうだね、欲しい。角生えてんだもんね、これね。そう、うちの食わねえとなんだぞみたいな、ちょっとなんか怖そうだよね。ちょっと怖い。でもすごい優しいお姉ちゃん。あ、そうなんだ。優しいキャラの、お姉さんキャラです。お姉ちゃん可愛いっす。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、では矢野ちゃんお願いします。立つなっけ、これ。ね、とりあえず大丈夫だよ。立つの大変だもんね、後ろはね。こだわり、こだわり、衣装を全部自分で作りました。おお、これは、ハンターハンター、はい、キルアの衣装で、なんか、なんだろう、ちょっと高そうな生地使ってみるとか。合皮なんですか。そう、合皮です。すごい、めっちゃ合皮大変だよね。大変、絶対縫いにくいじゃないですか。そう、合皮ズボンほど2本折れた。そう、折れる折れるの分かる。針バキバキ折るんだよね。ハンターハンターみたいなシンプルなデザインで、布を何にするか、そういう悩みすごい悩む。質感がね、色もすごい。ハイ色にしたんだとか、ここコーヒーにしたんだとか、そう、なんか選びました。そう、質感がね、合わせるのが難しい。色味がすごいですね。で、私キルアってさ、すごく衣装変わるじゃん。ゴンはさ、ずっとあれなのにさ、キルアってすごい衣装変わるの。おしゃれ担当。でもすごい、一番やっぱ好きな服の組み合わせかもしれない、これが。ね、かわいい。うん、なんか自分の中で着るわっつったらもうこれっていう感じ。あ、わかる。もう矢野ちゃんを見すぎてるかもしれない。矢野ちゃんも。いや、もう初夏尊いっす、ほんと。いい初夏。いい初夏。めでてくれ。かわいい。これはカットしてほしい感じですか、皆さん。できるよ。なんか難しいよ。あ、そうですよ。靴だね、靴と靴だけね。靴かわいいよね。早く靴だけ脱いで見せてあげたいぐらい。いいよ。いいよ。脱げるの？なんかすごいね。今日のポイント。今日の靴。でもゴロゴロなんだ。靴が可愛いから。カシャカシャって音がして。寄っていただけるかな。素材が何言ってる。あ、ほら、キルは最高って。立つの？立てる？難しい。とりあえず靴今脱いじゃった。靴脱いじゃった。
すごいの、靴もうなんか本当可愛い、本当にこういう靴だもんね、まあ、大きいやつボロボロだけどね、なんかあのドナルド並みでかい靴、漫画あるある、うん、それ見てます。中は靴なの？中は靴なんだ。中はこれ、ね、あれで作ってるって一応レオリオがくれて、レオリオがくれてでそれをちょっと色とか改造したんだけど、うーん、です。ミラクル。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。伝統工芸士の皆さんです。視聴者プレゼントじゃないです。入れなくなります。ミヤのシュシュならあげるよって。いっぱい作れる。いっぱい作れる。はい、はい、ではひじんお願いします。はい、ただないよね。シーンのやつです。なんかここまでみんなこうあれを作ってこれを作ってみたいな感じで来るって思ってたんで全部既製品できました。さっき下ろしてましたもんね。そうだそうだ。もうしつけの今止まんないよってずっと聞いてる。そう、もうあえて全部作ってないやつで来ました。だからちょっと。ここ頑張ったとことか全然ない。ウィンクさっきやってたよ。終わんないよ。終わんないよ。ずっとやってた。今やるの？さっきここ到着する前にウィッグ切ってみたいな。初めて開封した。あ、こんな感じか、切んなきゃみたいな。こんな感じか。あるあるだ。半泣きでみたいな。すごいね。カット早いですね。うん。全然気づかなかったよ。本当に？うん。よかった。ずっとやってんのかと思った。怒られるかなと思ってこっそりやってた。意外とみんな自撮りとかに夢中で漏れるとかやってるから全然バレないみたいな。ありがたかったり。はい。そんな感じです。カメラちゃんずっと好きで3年前ぐらいに買ったんですけど衣装自体は。あ、そうなの？ようやくなんかこういうとこってみんながわかるキャラとか出した方がいいのかなと思ったら、さすが番組のことから考えてくださって、何も考えてないからね。何も考えてないよ。ダウンロード衣装とか、ダウンロード衣装とか好きなものをやる。そうだからキャラの紹介も水木奈々とかだし、違う、そういう感じで、あ、川島だから鹿児島って聞く、鹿児島だから、
はい、加工しよう、はい、ありがとうございます、はい、そんな感じですはい、はいはい、じゃあ A ちゃん、はい、さっき言っちゃったんですけど銀玉の高杉しんすけだよね、しんすけ、そう、しんすけです、しんすけ、誰も間違いないです、はい、うん、いや新作と間違えさせて本家だね、本家だね、時代の人や、はい、こだわり、いやみんななんかね、私も同じで、そうそう、いやなんかこう頑張って作ってきましたとか、うんうん、これいつもやってますみたいな来ると思ったから5年ぶりに出した高杉です。あえて作んないんですよ。あえて作んない。あえて作んない。さすが小屋敷ですよね。来たいから来たみたいな。そうそうそう。いやポイントは僕メイクだと思うんですよ、ね。私もそう。すごいから。めちゃくちゃメイク上手で。こっちしてないから手抜きよ。こっち何もしてないから。ウィンクして。絶対やろうと思ってた。ミステじゃないわ。あゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そろちゃんもはてもね、ありがとうございます。目怪我したの？目怪我しちゃった。詳しくはね、詳しくはアニメで。詳しくはアニメでもやらない。やらないね。もうね、フレッシュのほう一気メイン来てますから。でなんかさ、ダンサーの人久しぶりに来たかも、やめちゃうと、ね、うん、ありがたいお話、いや肩身狭いぜ、前回ね、前回三軸行ったよね、あそっか、でもなんか可愛い、そう、可愛い系の、可愛い三軸、ショタ、あ、ショタ、ショタ、ショタ、あのちっちゃい時の三軸だったからね、なっちゃうね、片目が隠れるからあんまりメイクやらない、いやもうあんまりどころかやらないですよ、ふーちゃん、半顔やってないって言ったんだ、半顔メイク、今やってない、おー、そうなんだ、もう全く前髪上げてもらって、普段の電車で乗れるぐらいのメイクをして、で両方しといて会社行ったぐらい、あ、そうそうそう、でこっちに来てからこっちを仕上げていくみたいな、そうそう、じゃあもう今日はもう意地が、意地でもこれはもう絶対取らない感じですね、取ると薄っ、ひやちゃんのひやちゃんのメイク、そういうフランクさ大事です、ありがとうございます。前にいる赤い服の人は何、アマンド、アマンドって何？あの銀玉の敵っていうか、なんていうか、アマント、アマント、アマントですね。何を持って、宇宙人だよ、宇宙人、あ、どうも宇宙人です。宇宙人いいのか、わかんない、いいのか。はい、普通に回りましたね、回りました、ありがとうございます。さてさて、次はトークコーナーでございます。おっす、はい、今日はね、トークコーナーのテーマ一つ、一つ、最終回を迎えたけど復活してほしい漫画アニメ、はい、皆さんにね、事前に、もうそのまま文字通りの、最終回迎えたけどもうね、終わっちゃったけど、終わっちゃったコンテンツだけど復活してほしい漫画アニメ聞いてきました。聞いてきました、はい、マジカルアンケートみたいな、コメント職員が素晴らしすぎて、1000人聞いてきましたみたいな、ね、うん、1000人多すぎたごめん、うんうん、ちょっと思った、はい、でも今日2万人いるから全然余裕やね、はい、でもギターは後ろの8人です、はい、7人でした、ごめんなさい、自分入れちゃいました、うん、はい、8枚分ね出てきますから、うん、楽しみにね、そう、誰から出るかな、画像がね、ちゃんとワイプで出ますから、みやちゃん、ちょっと最新のコメント読んでほしい。今日の前、あ、実は谷ですか、あ、あ、画像出ましたね、どなたの画像ですか、どなたの画像ですか、さすが、見えない、あ、お、これ、あ、これ私です、お、ナナリ、これは何のアニメですか、刀語りっていうアニメです、いい、まあ、化け物語とかのシリーズが出てる時に NHK で月に1回、1話90分で放送してたアニメなんですけど、1話90分、そうなんです、あ、これ絵見たことある、絵綺麗だよね、そうなんです、絵が独特でみたいな、でもこ の, あのアニメの主題歌水木奈々なんですよ、そういうやつね、今これなんかその1年でそのちょうどその話が終わるみたいな感じで1ヶ月1話で全部で12話で、まあ12本の刀を集めていくっていうアニメなんですけど、まあそのまあなんか結構その西尾維新先生あるあるなんですけど、まあなんかちょっとそのキャラクターの感情を読み取りにくいみたいな描写なんですけど、それがなんかこうちょっとずつちょっとずつ、この今2人出てるキャラクターヤスリシチカとあのトガメっていうキャラクターなんですけど、トガメとシチカがこうどん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 ちょっとずつちょっとずつ距離を詰めていく、こうそろそろくっつくかなっていうところで終わっちゃってるんで、続きが見たいなみたいな、気になる、気になる、うまい持っていき方ですね、もうネタバレしないで説明するのどうしようって、もう前髪切りながらどうしようかなみたいな、確かに、かわいそうね、うん、これの続き見たいなって感じで、一応、そうなんですよ、で一応その敵役
のキャラクターの小説自体は出てるんですけど、めちゃくちゃ遅くて出てるのが、まあね、そうマニワ語りっていうんですけど、マニワ語り結構マニアックなんで、ぜひ刀語り見た人はマニワ語りから入ってこっち来てほしいなって。なるほど。そしたら課金せずにはいられない。課金課金が必要なんで。課金すると多分みんなね、あれかな、Hulu とかそういうのに課金しちゃうってことか。あ、そういうことね。なるほどね。DVD買っちゃうみたいなね。まあでもね、90分でちょっとなんか映画見たいけど映画にしたら長いかなって思ったらこれ見やすいですよね。あ、そうなんだ、90分あったら通りで長いと思ったわ。そう、体感が今体感がね、その人と違った。あ、来た、チェリオって来た。そう、チェリオ、チェリオ、チェリオ、ね、そう、九州の言葉でなんかチェストみたいな掛け声を間違えて、主人公がチェリオって言うんですけど、かわいい、かわいい、尊いわ、ライフガード、ライフガードじゃねえの、チェリオ、ね、そうだけど、チェリオ、チェリオ、ライフガード、すぐ食べ物のこと考えちゃう。じゃあ、何やったの？違うよ、ライフガードは飲み物です。バームクーヘン、バームクーヘン。あ、違う違う。あ、どの画像が出るでしょうか。誰だ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 続きやすかったのね。続かなくても別にいいんで、うん、何でもいいからとりあえず何かしてほしい。何かするでしょ。何かするよね。だって終わるの信じてなかったもん。いや、いつもの詐欺かなみたいな。そう、いつもの詐欺かなって思いますよね。いつもの詐欺ね。はい。でもいつでも復活できそうな作品だよね。そう気軽にね、うん、気軽にね、気軽に、気軽にポンと出てきたらいいと見れば。作る主人公だ。合ってる、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 合ってる。何言っても合ってそうな気がする。全部合ってる。画面動かなくても合ってる。銀河って何年やってたの？すごいよね。12月には漫画復活。そうです、そうです。ジャンプ勢は知っている。コメントだよね、これね。そうだよね。早っ、何、ちょっと小休憩したかったのかな。じゃん、なんかね、終わらなかったらしいよ。終わらなかったっていう話らしい。終わんないよね、わかる。そうニュースにまでやっといて終わらなかった。ね、ヤフーニュースもびっくりやね。マカ王子どこ、マカ王子流行ったな。ジャンプじゃなくなるんですよ。ジャンプじゃなくなって、ジャンプギガだったかな。まあ、違うところで連載。そうそうそう。お母さん間違って買ってきちゃうやつ。今びっくりした。なくなるっていうのを聞いて、なんかジャンプじゃねえかもって。違う違う。ジャンプだよ。そうなんだ、いいな、早いね、ね、復活早い、嬉しい、嬉しいよね、うん、情報もね、ありがたい、ありがたい情報、うん、終わったと見せかけてってやつですね。さすが銀玉です。さすが銀玉、何でもいいから続けてくれ、うん、さて、これは誰かな。あ、これはもう、とね、リスナーも分かってると思う、私です。うん、はい、あの幼稚園の頃からりょうちゃんと結婚するって言ってました。はい、主人公がさえばりょうって言うんですけど、うん、あ、シティハンターね、それね、それね、わかる、ね、そうそうそう、もっこり、そう、もっこりりょうちゃんが好きなの。そう、いつもすっげえふざけてるんだけど、かっこいいんだよね。そう、かっこいいですよ。ジャッキーチェンが昔実写やってた、なんか、そうなんだ、シティハンターっていう名前の映画とかドラマって劇場で、ちょっと待って、すごい。そうそうそう、そう、あるんですよ。知ってんのこれ。映画はあるんですけど、復活っていうか、漫画で劇場版を出すみたいな。別に復活っていう感じじゃないと思うんだよね。なんかその漫画とか、もうちょっとやってほしかった。あ、そうね。何巻ぐらいあるんですか。何巻ぐらいあったんだろう。わかんない、漫画で読むのは美容室とか。私も美容室ね、美容室って感じだね。昔言ったら床屋しか読んでなかったんで、はい。嘘つかないところ、好感持てる。そう、アニメもいいし、ね、アニメね、多分大体見ちゃってると思うんですよね、お母さんと一緒に、ね、今思ったらなんでお母さんと一緒に見てたんだよ。お母さん、教育に悪いだろみたいな考えそうね。他の好きだったんでしょ。こういうパパが欲しいって泣いてました。え、すごい、そうなの。お話が重い、重い、重い。いや、でもね、ほんともうちょっと香りが見たいの。香りね、あのほら、エンジェルハートもあるじゃないですかね、続編と言われる、あるんですけど、もうちょっと香りの活躍が見たかった。そうだね、わかるよ、めっちゃわかるよ。あのね、多分終焉は終わらないんですけど、変わらないんですけど、その間もちょっと伸ばしてほしい。難しい話なんで、
都会の漫画タイムは社会勉強のお時間なんですよね。そう、銃撃されるファルコンのお店。おしゃれ雑誌読まないとこいいね。おしゃれ雑誌そうだね、漫画を読んでる、ね、美容室じゃなくて床屋っていうとこもまたいいです。美容室にないもんね。あ、35巻なんですね。あ、調べてください。最後はね、35巻全部35巻ご飯、ご飯、ご飯、ミモーズ主演の新しいやつ、どうかな。僕りょうちゃんがいいかな。りょうちゃんあんま喋んないしね。そう、りょうちゃん喋んないし、めっちゃ強いんだけどね。車に乗れないって。りょうちゃんも詳しいね、めっちゃ。まあそう、なんだかんだでね、こうエンディングとか一緒に歌っちゃってた感じ。気がつくとさ、そうそう、なんかあの、夕方にさ、なんか再放送いっぱいされてない？あー、そうなんだよ。ついて見ちゃうみたいな。私、実は一回も見たことないんです。深夜帯とか結構たまに。いやー、見ないんだよね。なんだっけ、なんか何テレビかわかんないですけど、うん、ドラゴンボールやった後に、してやってます。私、D アニメストア登録してるから。あ、見るじゃないですか。見る見る。好きそう。絶対ハマると思う。そう、あれで、その XYZ の、 あの、うん、新宿の掲示板にちょっと憧れて新宿に行きたいみたいな。もうない。それもないんだけど。もうない。世代が、見たい。世代がバレる。世代がバレる。今の一言でちょっと。そうそう。火曜日に。ゲットワイルド。カラオケで歌。歌った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 歌って言いながら見ちゃう、うん、毎週見てるみたいな。全然日曜日にやってたやつもビルズ様っていうなんか猫の神様が、ね、山ちゃんですよね、社会人がね、そう出てきたやつがあるんだけど、でもなんかなんか猫とかって思ってたけど、わかる。なんかちょっとなんか気持ち悪いって言ったら言うけど、ちょっとなんかね、って思うんだけど、なんかビルズ様かっこよくないみたいななってくるの。そうそうそう。だからこうずっとこう期待してる自分がいるから、なんだかんだドラゴンボールは続けてってほしいな。全王様かわいい。そう、全王様がね、あのなんとかなのねっていう、あの喋り方がすごい可愛くて、そう大好きなんですよ。スーパーを選んだのね、これはね。いや、なんかもう、なんて書いてあるの？よくわかんないんだけど。あ、とりあえず、とりあえず、まあ、とりあえずドラゴンボール全シリーズ的な感じでね、やってる。そう、みんな主要がいるよ、あのビルさんもいるよみたいな。でもスーパーが終わったとこ、スーパーが終わったかな。だからちょうどタワーの画像が終わったんですよね。そうなんですよね。そう、劇場版、劇場版だ。いつも一人で見に行ってるの。映画いいよね。行こうよ、一緒に。一人でもうめっちゃ行きたい。ひたすら暑いって言いながら見てる。集中してね。大きなお友達がね、いらっしゃるみたいで。安心して見てられるのも、最後は悟空がぶっ飛ばしてくれるっていうのが。でもなんか、フリーザやめて、そんなにやんないでみたいな感じの心も持ちながらも、絶対でも悟空が来るっていうのは分かってる。信じてる。そう。振り回される子供の役をしてる。いつまでも、やっぱなんだかんだ大好きなのは、ドラゴンボール。見てたいのはね。そう。ゼオフが2人に増えるの。え、あ、そう、2人に増えたもん。増えたあれどうしたの？違う世界から来た。あ、ね、そう、ゼオン様がいて、そう、今の世界のゼオン様と。なんかちらっと見たかも。そうなの。なんかあのほら、大体さ、あの、うん、誰だっけ、あのブルマの息子誰だっけ、トラックスね。トラックスは大体あの偉い目に遭うじゃん。大体そうそう、なんだけど、やっぱりそのやっぱ、うん、違う世界でも偉い目に遭っただけど、違う、そうだね、未来ね、未来ね、世界線は変えられないのよ。なんかさ、いちいち私なんか解説みたいな。トランクスねっつって。なるほどね。画像が切り替えますか、これ。そうしたらもう変わる。もうドラゴンボールタイムが終わってしまった。悲しい。GT は最後いつも。ドラゴンボールだけで私たち2時間枠取れるよって言っちゃった。本当だね。やるしかないね。ずっと話せられる。ブルマに着替えてくるわ。あ、そうだね。じゃあ私父になるわ。え、ちょっとね、あんたその発言が結構やばいから。そうやな。ブルマに履き替えてくるっすね。ブルマに履き替えてくる。私父になる。もうなってる。もうある。もうある。もうなってる。あ、なんか二重になった。うわはい。お、ひじ。今の作品みんな知ってると思うんですけど、ニセ恋の作者の前作なんですけど、すごいなんか3巻
っていう規定で作られて本当に3巻しかないんですけど、終わり方がすごい絶対続くだろうって終わり方をするんですよ。熱いんですよ。一番3巻の最終回の最後の最後でようやくダブルアースっていう単語が出てくるんですよ。あ、そういうの好きだわ。すごい好き。そう、ダブルアースが完成した時点で終わってしまうっていう、これから敵が迫ってるぜ、俺たちはまだ続くぜって終わり方をするんですけど。いや、もうほんまそういう終わり方って絶対なんかあるよね。ね、なんかそう、ね、先生の次回作にご期待ください、ね。なんかあのシミュレーションの回し物が回し物がなんか絶対うなずいてる。これは名作なんあるんだ。本当に話も絵も繊細で本当にいいんです。もう泣くところしかない。泣くところしかない。涙が涙が泣く。え、漫画？漫画です。漫画なんだ。3巻しかないんでみんな買ってください。はい、買いました。もうさっきからね、今回続編出るっていうえ続編出るんですか、うん、続編出る、編出るっていう噂がネットでずっと、いや、噂はずっとあった。噂がなるほど、これが終わった直後からずっとあります。今でもエアリアっぽい、わかるな。あ、確かにちょっとエアリアっぽいイラストに似てるかもしれないね。うん、そうね、もっと少年誌だね、ちゃんと。これなんで3巻限定なんですか。いや、もうジャンプが最初から3巻だよって言われたんじゃないですか。打ち切りとかじゃないですよ、全然。なるほど、ジャンプが最初から3巻試しみたいな感じ。諸女作だから。あ、あ、そうだね。だから3巻っていう、作のクオリティ高いのはもうみんなニセ恋で知ってると思うんで、うんうん、あ、ぜひ読んでみてください。わかりました。気になる。3巻だから読みやすい。あの、さっきからすごい気になった3巻三巻か。ちょっとお寿司みたいな感じ。ここ何巻構成ですか？三巻。何？パン三巻みたいな。三巻両三巻。三巻じゃないんだよね。三巻だよ。え、三巻。三巻ですか？三巻って聞こえてしまう。訛りがあるのはまあ九州人なんでね。可愛い。でもアナウンサーだからこっちが正しい。あ、そうやな。アナウンサーだから。三巻が三巻でしょ。三巻が。そう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 。よくジャンプであるから三巻のやつは。そうだね。よくあるよくある。そうですよね。アナウンサーだ。アナウンサーの言うことが正しいって、ね、その通りです、はい、その通りです。あれ、画像はまだありますかね。まだありますよ。三冠三冠達成しちゃってる方。三冠達成。あ、そうだね。三冠達成。何手なし。おっと、あ、雑だな。おもてなし。おもてなし。おもてなし。ありがとうございます。これなんか声とかも似てんだよね。あ、そう、ちょっとこもっちゃったね。確かに。ちょっと極めてほしい。極めてほしいよね。極めてほしい。うん、極めてほしい。ぜひね、芸人への道をね、極めていただきたい。第二のクリスタルまでね。第二のクリスタル。先が芸人みたいな。先が芸人。モノマネじゃないの、それ。やめて、クッキーみたいにならないでね。あ、いいですね、よかった。山ちゃん、さすが。わかってる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 よ。わかってる。わかってる。しかもこの絵、いい絵やな。そう。わかってほしくない。そう、なんかさ、もっとトウヤとヒカルの続きが見たい。わかる。すごい見たくて。どうなるんだろうって。絵が綺麗だしね。これからっていう時に終わるから、いや、これからでしょって。本当にね。ぜひ。だから、ぜひ、お待ちしてください。はい、はい、届け、わかりました。願いを届けました。絵が誰だっけ、これ。絵が小畑先生。小畑デスノートのね。作品はまた別の人。堀田由美さん。ヒカルさんとかもね、なんかアニメとかもそうだけど、そのエンディングが、うん、音楽が先に入ってくるじゃないですか。あれ最高でしたね。すごいよね。すごい、もういい。ちゃんとあのアニメの後のさ、囲碁講座みたいな、ゆかり先生、ゆかり先生だって。なんかそれも見て、なんかふむふむって言ってね。なんかこれを見てやっぱ石触る人多いですよね。すごいね。無意味にそういう持ち方しちゃうやつでしょ。十円玉とかさ、こうやって持ち方を言わせたくてしょうがない。分かる。全員中二病。この年に小学校で囲碁将棋クラブっていうのができたもん。あー、分かる。すごく分かんない。すごいじゃん。みんなこの持ち方したことある人。え、あるじゃん。ある、みんなある。やっぱみんなある。リスナーさんもいるよね、きっとね。絶対やりたくなると思う。書いてるじゃない、とやってるのって多分上がってくると思うんで。ブルードラゴンとか書かなくていいから、光の動きを頼むってなったのか。今やってるんですかね。今プラチナエンドは、プラ
ちなみに今だね、うん、今やってるやつ、うん、もう展開が熱い、わかる、絵が綺麗、絵が綺麗、本当に顔がいい、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 あれさ、よくさ週刊誌でできたよね、綺麗すぎるよね、確かに、うん、よく追いついたもんだ、ゆっくりでいいからもうね、ひかもかゆっくりな、どれぐらい、とがし先生ぐらい、あもうちょい、もうちょい、もうちょい待てない、もうちょい、スリーチぐらいは頑張ってほしい、最終回だからって最終回だからいいのか、いいのか、これはこれはいいのかな、あの今連載中ですからね、今頑張って連載中です、ね、また月刊だからね、見ようとか、あれこれ画像ありました、うん、私もあるよ、私もまだ出てない、出てないよ、私も出てない、次誰のが出るかな、誰が出るかな、テレン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 テレレレレレ、曲がりすぎてまたレレ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 レ、顔文字が長いな、これだ、わー、はい、はい、来ましこれは、東京アンダーグラウンドっていう漫画なんですけど、うん、はい、ね、あのジャンプ、あの集英社の申し子なんだけどガンガンなんだよね、連載ガンガンなんですよね、うん、あのちょうど鋼の錬金術師とかが、あの連載してた時に一緒に連載してたやつで、まあ、あのアニメ化して、あのみんな大好き12チャンネルのアニメやってるやつ大好き、夜火曜日7時からやってたんですよ、ずっと、でそうずっと見てて、はい、で14巻くらいだったかな、で完結しちゃったんだけど、まだね今でも大好きで、そう再来週かな、再来週またあの大型の合わせを企画して、主催でやってくるんだ、楽しみ、そうなの、東京アンダーグラ、いやどうか画像が帯で隠れちゃってるから、帯なんですね、もうね堂々完結っていう、アンダーグラ堂々完結、そうそう、帯だ、そう出してしまった、コスミックスビよりもそんな感じ、そうそう、コスミックスビ堂々完結みたいな、そうだね、なるほどね、でもほら復活してほしい、そう、あれもね、あるかもしれないからね、堂々復活があるかもしれない、あれあったら美味しいかな、みんな大好きなあの能力もので、そうだよね、ワクワクするよね、みんな大好きだ、それは入りやすいね、私も捨てられないもん、これだけは、うん、嬉しい、そうだよね、嬉しいとか、それ以外は捨てたの、いやそれ以外も捨ててないじゃないんだけど、これだけは捨てられねえよなってお兄ちゃんと、お兄ちゃんだった、吟味するよね、吟味してた、実刑と語っていたの、そう、実刑と、くすびより復活してほしい、そう、嬉しいこと言ってくれる、泣くわ、もっと言って、もっと言って、欲しがりさんね、ひょっとしたらね、プロデューサーとかに届くかもしれないですよ、届くよ、届くかもしれない、はい、え、画像が今終わった？ちょっとピーニヤってしたし。ニヤって。フラフラで僕の語るタンゴまだ来てない。まだね、うん、あのシッキーの爆弾が落ちてない。爆弾がないでしょあれ。全然爆弾じゃないよあれ。シッキーチラッとみたいに言うんじゃないよ。いやあ！マジ。はい、シッキー。これは持ってくる勇気ね。どういうことですか、説明してください。これは世紀末リーダー伝たけしっていう、はい、もう超泣ける笑える。漫画です。泣けるとは本当泣けるんだよ。すごいね、友達との、うん、なんつうんだろう、友情とかの話がすごく多くて、友達のために戦ったりとか、あとなんかこれたけしっていうの主人公なんですけど、あとゴンゾーっていうアフロの頭のキャラクターがいるんだけど、そうそう、ちょびひげね、なんかその人が出てるなんかゴンゾーの昔話みたいなところがあるけど、それがくそ泣ける、本当泣けるの。今読むとすごい深い話、そう、小学生です。で可愛いポイントが、登場人物がなんかたけしって言うんだけど、たけしかっこ小一とか書いてあるの。可愛いでしょ、年齢が青ひげやばない、やばいでしょ、ひげがやばい、小一で本当に小一なの、このひげ、うん、で他の子とかもなんかボンチューっていう名前のキャラがいるけど、すごいじゃん、ボンチューかっこ小一とか書いてある、全然小一じゃないの。本当にでもなんかトリコを描いてる島袋先生の、一応ギャグ漫画ではある、ギャグ漫画ではある、でもすごいギャグ漫画、ギャグだよ、すごいギャグなんだけど、今読むとなかなか深いものがある、今読むと結構先入観もあるし、うん、そうそう、ね、泣ける話なんだね、何これ泣けるみたいな、たけしリって書いてあるんですか、あれ、あね、リーダーバッジっていう、あ、バチがついてる、そのリーダーマッチの話とかもね、すっごいね、いろいろあって、話せば長くなる、話せば長くなるんじゃ語
っていいなら2時間ぐらい語る。じゃあ別に別の竹司会をね。あ、そうか、竹司会ね。いないな、竹司会ね。竹司会しかいないな。竹司レイヤーはいないだろうな。いやいやいや、シッキーがね、竹司やってるから。やるの？私ね、ゴンゾーやってたの。そう、アフロのゴンゾー。アフロのゴンゾー。アフロのゴンゾー。見てみたい。巨乳の無駄遣い。すごい楽しかった。めっちゃ見たい、みんな見たいよね。すごいね。次が湧いてきたね。もう続きはウェブでだ。もしかしたらコスミックス美容院何何とかね、あるかもしんない。リーダー会ないかもしんない。ということでね、みんな画像出し終わったかな。はい。はい。ありがとうございます。それでは、画像関係で、皆さんお待ちが、お待ちかねの、お待ちかねの、お待ちかねの、お気に入りコスプレ写真館。はい。またね、はい、皆さんご存知、皆さんに、事前にお気に入り写真を送っていただいております。一つ一つ舐めていこうかなと、舐めていこうかなと、舐めていこうかなと思ってますが、最初は誰から出るかな。出るな。誰から出るか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 な。これね、毎回楽しみやからね、私ね。誰だ。超楽しみ。ペロ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 。おー、熱い熱い。誰だ。ペロペロ。はい、クリステル。あ、クリステル。じゃあ水木奈々。クリステル。水木奈々。水木奈々。これはなんかオリジナルカメラどこ見たらいいの？カメラそっか。これオリジナル創作なんですけど、綺麗。なんかここの背景を見てほしいんですけど、私がすごい大好きな雑貨屋さんにまあ直談判交渉して開店の30分前だけ特別に貸していただいて、30分前。カメラマンさんに30分しかないからセットしてって言って。すごい。頑張ってやりました。なんか魔女のつもりだったんですけど、みんながエルフっていうからもうエルフにしました。設定マジか。他の写真も私見たんですけど、やばいよねここ。こちら写真集に出しております。よかったら皆さん写真集のね。あ、宣伝が来た。そう、あと衣装全部手作りなので。手作り。すごい。創作は。衣装は手作りだ、お店は可愛いわ、ひじりも美しいわ、でもね、顔たきくりだしね、顔たきくりだし、たきくりは顔たきくりだし、自己紹介水木奈々だし、そうだね、 CV も水木奈々って知るよ、水木奈々ですって言ってた、父でか、あ、これは、これは、これでいいですか、これニス、そう、そう、ニセ、広告入りました、そのあたりはホニョホニョしとこうね、さすがハッちゃんだわ、ありがとう、じっくり見てホニョホニョしときましょう、じっくりこうやってやって、写真集でじっくり、おいやめろやめろやめろ、ミヤの話やめろやめろ、飛び火したね、ミヤの話、毎日が手作りだ、毎日が手作り、毎日気合を込めて名言出ちゃった、熱いキャッチワードだね、今いらない時もありますからね、そうだね、あんの、え、ありますよ、いらない時もあります。男装とかね。あ、うつ伏せで寝たい時とか。うつ伏せで寝たい時。痛いからね。やめろやめろ。次の写真。次の写真を撮りません。痛いんだよ本当に。次の写真を撮りません。わかんないから。枕がもう一個必要なんですよ。枕もう一個必要なの。こことここ。そうなんだ。知らないけど。知らないけど。知らない知らない。なんで適当言ったの。あ、あ、エッチだ。エッチだ。エッチだ。やっちゃう。何のコスプレですか。グランブルファンタジーですね。グランブルファンタジーなんですけど。みんな大好き。そう、なんかいろんな種族があるんですよ、グランブルファンタジー。人間、ヒューマンとか、ドラフって角が生えてる種族とか、耳が、獣の耳が生えてる種族とかがいっぱいいるんですけど、これは聖少女っていう、なんか、なんだろう、神様っぽい、守り神っぽい人たちで、そうなんです、このフーってなってる足がフーってしてる方が私です、うん、こっち普通で太ももの裏らへん、そのなんか黒い靴下のあれはそうそう、あれはね、あみあみになってて、こういうストッキングのデザインなんだけど、可愛いですね、すごい可愛いんですよ、そう2人いる、2人いますよ、どっちもですよ、ね、どっちもそう、その島の守り神みたいな感じで、ティアちゃんは姉組んでるもんね、そう、私は黒い方ですね、うん、そうなんですよ、これ横のピンクの子って頭から生えてるんですか？頭からこう葉っぱが生えてる森の守り神なんです。一瞬なんかこの角度からちょっと目もあんま良くないんで見るとなんか後ろの背景と同化してたかなと思って。後ろに観葉植物が頭に乗ってるわけではない。何でその説明？そうそうそう。こういうものなんですね。そういうああいうデザ
ないんです、うん、なんか奇跡の写真家とかお気に入りの写真ってそういう意味ね、そういう意味あるね、そういう頭からってさ、なんかお前ら言うとなんかあれだな頭からってさなんか右の子は使いのバラがいっぱいついてるキャラクターで、左の子は葉っぱがいっぱいついてるキャラクターみたいな、うん、白いバラ、白いバラ、あ、もう飛んじゃってるんだよね、そうね、なんかこう体のラインに沿ってこう白いのが、そう、頭はね、紫とかね、こういっぱいバラがついてる、へー、すごい可愛い、可愛くてセクシーでこう優しい感じの素敵な作品ですね、みんなすぐダウンロードしようね、うん、私もやってる、やってる、やってる、すごいなんかグラグラの話になったことはすごい男気がガブッと上がったんですね、そう、あのインスタとかにあげると外人さんがなんかワーオーみたいな感じになるのが、外人さんグラブル好きなんですか、結構多い、結構多い、あ、そうなんだ、たまになんかアメージングショーとかアメージングショーでコメントをね、そう、あ、ダウンロードするぜって書いてある、してしてございます、素晴らしい、盛り上げてみましょうね、素敵、はい、ありがとうございます、さて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 、はい、さてさて次は、次の画像は、次の写真は誰ですか、出るまでがドキドキするよね、そう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 、ね、そうグラフィック綺麗だからグラブル好きって、うん、そうね、絵綺麗よね、イラストレーターさんが紙でね、うん、私も絵で入ったもん、私、あれ天野さんでしたっけ、絵で入ったよね、うん、あ、天野さんは関係ないグラブル、え、あ、うん、リボンそうだよね、うんうん、違うと思うよ、違う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 よ、なんかコラボしてなかったっけあ、リボンのコラボと違う、え、リボンのコラボしてないと FF の人なんだって思ってたんだけど違うんだ、違うかな、ごめん、調べ直します、その天野さんは別の天野さんじゃない、FF の天野さんはまた別、お、出たよ、あ、お、お、お、これはもしや、あー、私だよ、お、これ揃ったんじゃないですか、今日はワンピース、そうそう、揃ったやつ、揃ったやつです、揃ったやつ、でもね、あの残念ながら私はちょっと一味に回ることはできず、あの真ん中にいるハンコックなんだけどね、美味しいでしょ、美味しいでしょ、そうなんですよ、何人いるの、何だったかな、一味が全員いて、いい、ね、でプラス、そう、あのなんか味方勢みたいな感じだったから、うん、サボとハンコックと、あとね、ローはいるっていう、この3人をプラスしてるんですよね、ラジオさんか、これソップもいるよね、ソップもいる、そう、ってるの、あのサボはね、あのうちにも出てくれたレンちゃんですよ、あ、レン、レンレンです、レンレンです、で、あのロビンはレロピで、で、あのナミはチャッちゃんですね、で、キューちゃんが下ですね、いう結構ここに来てもらった人だね。そのメンバーだとなんか矢野ちゃんどこにいるんだろう。矢野ちゃんどこ、矢野ちゃんがね、そうそう、今ここにはいらっしゃる。できなかったんで残念ながら。うん、違うかな、でも矢野ちゃんも何ですか、やってる、雑だな、やってる、すげえ雑だ、すげえソップ気になるんだけど、ソップ、ソップ気になる、あれ肌黒いの、すごいね、塗ってる、塗ってる、塗ってる、あ、塗ってる、ムキムキじゃない、ムキムキ、そう、男性、ザッキーだよ、ザッキーか、ザッキーだろ、そうなんだ、そうです、そうです、みんな知ってた、お友達のあのザッキーっていうあのスーパークリ、あのクリエイティブな男性です、ダンスレイヤーさん、でも絞ったの、おー、すごい、いや、なんかすごい、ザッキーはすごいんですよ、あ、チョッパーかわいい、チョッパーかわいいよね、チョッパーぬいぐるみなの、ローの後ろに、後ろにいるの、かわいいよね、なんだっけ、あの、歌歌う骸骨の、あ、ブルック、あ、そう、ブルック、ちょ、ブルック、あれだね、画面だとあの、髪が飛んでるね、なんか、骸骨が象徴みたいな、かろうじてブルックってわかるぐらい、ハンジイケメンですね、ねえ、ちょっといいよね、ハートランジ、ハートランジ、何だ、何だ、心配してんの、ハートランジ、いや、だってさ、勝ってんだよ、だって、うん、ゾロさんのこと、あ、ゾロ、ね、あ、ゾロさんね、旦那のことね、そうそうそう、あ、旦那のこと、あ、すごいでしょ、体のすべてがね、あの鍛えられているの、だそうですよ、気持ち悪い、気持ち悪い、ご安心ください、ご安心ください、歯も強いです、歯も強い、歯も強いです。歯医者さん行ったことないよきっと。歯医者さん行ったことない。歯も強い。楽しい、ね。何の紹介だよね。たまにいるよ。病院行ったことないし。かっこいい。特殊撮影だ。すごい。すごい。炎吹いてる。鋼の錬金術師、炎の錬金術師さんの方ですね。かっこいい。ロイマースタングです。炎は合成なの、それとも煙吹いてもらって赤のフィルターの、あ、すごい、なんで手にこう炎を持ってますね、すごい、
熱い熱いですよね。煙何言われてんよっつってこんだよね。煙を赤くしてるってことね。そうそうそう、フィルターつけてフラッシュで特殊撮影だね。スモークのマジック、スモークマジック の、あのカメラの先生がいらっしゃって、はい、すごい、カメラマジックですね、はい、カメラマジック、はい、メラメラのみたいな、ちょっと違うな。そこから離れられない。これ青春だった、青春だよね、青春だった。なんでロイ、はい、モスタングにしようと思ったんですか。推し、推し、推し、まあ、愛ですよね。二文字で全て分かる。推し、推し、愛だね。なるほど、間違いない。みやちゃん、エドに見えてきたね。あ、わかる。こうやってね、画面越しの黄色くらいアンテナないだけ。いや、もうちょっと矢野ちゃんの前で恐縮です。矢野ちゃんのね、写真もね、サポート。ここのメンバーみんなで剥がれ合わせ絶対できるよ。やりたい、ひなこやりたい。取られた。取られやしないよ。またね、違う写真撮ったらいいから。そうやな、剥がれやろ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 。剥がれもね、復活してほしいもんな。あ、してほしい。その後の話とか知りたい。その後ね、どうなったのかってね、気になるよね。いろんなとこ旅行ってほしいもん。わかるよ、ほんとね。恋模様がね、またね。もう最後のさ、ウィンディとエド良くなかった。次の日ぐらいだって、まだ3日終わってないとか言って、そうだ、そう、この日3つぐらいコスプレしたんですよね。大変だ。なんだっけ、進撃の巨人の兄と、でちょうどその前日にナナリーとコスミックスビューリーやってて、ナナリー兄やってんじゃんみたいな。ウィーク終わんないかもしんないから貸してって言って、ウィークそのままね。はい、っていうね、とかとか、あとネックレスがあのどうしても作れないんで、作れないっていうか、まあ、そう、時間がなかったので、ね、作れなかったんで、ちょっといかつい、あのごめんなさい、シルバーのネックレスを使ってます。いかついね。まあ、そう見えれればいいかなと思って。でも透明だと分かんないね。いろいろね、ちょっとあのいじってますけど、あのおっぱいとかね。あ、そうなんだ、あのダンサーは、あのダンサーの影は、あの絨毯じゃないじゃんって思って、話違うじゃんって言ったでしょ。筒になってるから、あの折ってるところとかね、隠したりとか、あと透けてるところを隠したりとか、ついでにちょっとおっぱいを増やしておこうみたいな。チキゾやめろやめろ、よく見るな、よく見るな、目隠するんじゃない。Pの悪意ある、 Pの悪意。一番大変だったのは、このドラム缶の縁に座ることで。ああ、これね、ちょっとさ、そう、あの缶詰、おやしみな、缶詰のさ縁ってちょっと盛り上がってるでしょ。痛いよね、ここ。同じポーズして、同じポーズして、痛いんだよあれ、本当に。ちょっと浮かさないとね。そう、ちょっと浮かさないと。そうなんだよね、同じポーズしたら影ないのバレちゃう。影ないのバレちゃう。影ないのバレちゃう。そうなのね。でも影ある、大丈夫大丈夫。あ、今影、大きさは持ってないです。悪意あるな、悪意あるな、ティアちゃんの横に。やめて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 。でも持ってもしょうがないから、ないキャラだからね。そうだよね、そうそうそう、元気出して、大丈夫大丈夫。あ、でもこの時は今の方がいいかもしれない。
ハムラマスター。確かに。外羽が元気。あ、すごい。外羽が元気。外羽とここが元気かもしれない、雨だけどね。すごいな。コンディションがね、大事なんだよね。ちょっとハゲてきてない、大丈夫ですか？期待通りだ。ちょっと引っ張らないといけない。あの本番中で引っ張ってる時があったらごめんなさい。ピーして生まれてきちゃうからね。でも、なんかね、ちょっと影に見えるかな。何が生まれてくるの？やめて、きつい。なんかすごい今日いじめられてるね。なんかすごいいじられる今日。最終回なのに。最終回だからかもしれない。いじめ残しのないようにね。そう、いじめ残しがない。いじめ残しがない。いじめ残しのないように。怖い。一人で配信するときは楽なのになおかしいな、おかしいな。さあ次は誰かな、さて誰かな、誰かな。最終回だからこそいじめるお前らすな。愛だよ、愛、愛だよ、愛だと受け取っておこう。さあ次は誰かな、誰かな、誰かな、誰かな。はい、はい、こちら、私です。ナナリ、雰囲気全然違う。これは何の時ですか？これはついこの間の東京ゲームショー2018の公式コスプレイヤーとして活動させていただいた時の写真です。速報版じゃないですか？そうなんです。これあの最初に出してもらう画像こっちじゃなかったんです。あ、こっちじゃなかったの？指示があったの？いや、なかったあ、なかった、うん、まあ、なんかこれ結構本当に、うん、私もこの衣装がちょっとその真ん中のこのコルセットみたいになってる部分がそのなんか台風とかの影響でどうしても届かなくて、そう、角と羽だけ手元にあるみたいなっていう感じで、もうなんか別のキャラクターの衣装2着準備したりとかしてて、でまあバタバタで2鉄3鉄してて。衣装用意するの？そうなんです。そうなんだ。それについてはあんまり深く言わない。ああ、コンプライアンス案件だから。そうなんですね。そうなんですね。まあこれ結構まあなんか着てるなんかなんだろう、ちょっとブカブカな、そう、なんか私あのオーダー衣装頼むときにあのサバ読むんですよ。3サイズをおっぱいを大きくしてウエスト小さくしてサバ読んで、で、したのにブカブカで届いてみたいな、でそれをこううまく詰めたりするのが結構大変で、でまあ結構苦労して作った衣装だったんですけど、まあ今ちょっと画像を出してくれてるんですけど、このシャルっていうキャラクター、リーグオブエンジェルズ2っていうゲームのシャルっていうキャラクター、胸浮いてねえわちゃんと詰めてあるね。そう、詰めてある、ちゃんとちゃんと詰めてある。キレッキレじゃん。あのキャラのコスプレをしたんだ。そう、でまあその一応主要キャラではあるけどメインのキャラクターじゃないから、うん、ポスターとか看板とかグッズとかがない中で、あ、まあ、その公式コスプレイヤーになる時にあの、うん、コンテスト形式のオーディションを受けたその元の配信 あのライブミーっていう配信のアプリがあるんですけど、うん、そのライブミーの人がナナリちゃんのためにって言ってこのキャラクターの看板作ってくれたんですよ。すごい、すごい、いい話だな、いい話だな、いい話だなっていうの知らなくてめっちゃ感激してちょっと自撮りしたのがこの私のお気に入りの最近の写真です。2枚目さ、そうなんです、ちょっとね眺めてるじゃん。なんか今の話を聞くとなんかパーツが届かなかったからすごい悲しいのかな。違うよね。なんかそのやっぱレイヤーの意地みたいなあるじゃないですか。で1日目は結局届かなかったんで別のキャラでやったんですけど、あ、そうなんですね。目の下のクマとかもコンシーラーどんだけ乗せても足りないみたいな、もう胸よりクマみたいなクマが漏れちゃったのね、うん、漏れちゃった、漏れちゃった。なかなかそのマイナーというかその新しいキャラというかっていうのって衣装ないじゃないですか、うん、それでまあ2、3着パッて作ってたんで今日は既製品で来ようみたいな。あ、分かる、その気持ちめっちゃ。角と羽だけで出るわけにはいかないもんね。そうなんですよ。すっぱだから。すっぱだから。すっぱだから。それ。ニプレスだけつけます。そこでいいの？から リーダーバッジつけとく。リーダーバッジ。リーダーバッジ。リーダーバッジとボスバッジがあるからね。オッケーじゃん。ゴンゾーのもらっとく。次のコスミックス日和でね。そうだね。ニプレスリーダーバッジかよ。やばい。どういうことやねん、それ。グラビアじゃないか。チェシファンも泣くわ。結構巨乳キャラだったんでおっぱい集めるのも大変でしたね。大変だったんですけど、なんかそのソイプロテインが胸に効くって言うんで、飲み始めて2ヶ月くらいでちょっといい感じに。あ、そうなんだ。私もちょっとうつ伏せが辛いなみたいな。ソイプロテインが胸に効くなみたいな。書いてる書いてる。もうガチで書いてんな。割と本気じゃないか。書いときました。でも女性ホルモンが、ね、出るからね。男性ホルモン出るやつない。そこが足りない。男性ホルモン。男性ホルモン出てるよ。まぶしまぶしなんとかみたいな。まぶしドリンク。まぶしドリンク。まぶしギアから剣だこ。手遅れな気がうるせえわ。あ、飲んでるって人。
飲んでる人いるんだ。女の子大好き、私も飲んでるって。これミーヤちゃんじゃないよね、私も飲んでるのにみたいな。男性ホルモン受診中やめろ。なんだっけそれ、なんだっけ、そんなあったね昔。あ、これだね、そんなこと話す。私だ、私だということで、すげえ手前気になるんだけど、すごい手前が、手前が気になるね。かっこいい。これはキラーやってるのが私で、大型合わせでハンターハンターをやった時の写真なんですけど、家族だ、家族写真だ、全員揃ってるんですよ。すごいね、すごくないですか、家族写真だ。ママすごい、やばくて、すごいな。おじいちゃんがすげえよ。おじいちゃん、この左の手前のキャラなんですか。ひおじいちゃんか、あれ、あ、ひーなさん、おまんじゅう、おまんじゅう、おまんじゅう、かわいい。ひじいちゃんなんだ。そう、なんか被り物をしてて、ね、あのフェイブスハヤトさんって、あー、被り物の結構造形とかが得意な方が、まんじゅうの寄せ、まんじゅうの寄せはちょっと不気味かな。ちょっと ET っぽい、ね、まんじゅう怖いよ。まあでも、あ、でもすごいクオリティだから、すごいいい写真。なんかキルラの家っぽいし ね、確かに。なんかゆずちんみたいな方、ゆずちんみたいな方、ゆずちんはいない、ゆずちんはいないよ。ママ、ママのこと、ママの方だから、ゆずちんっぽい。あのまんじゅう似てるで、しきちゃんに。あ、どういうの、おい、喧嘩売ってる、どういう喧嘩すればいじられる日なの。お前今日も体育館占い、すめられる、あの顔で来る、あの顔で、やばいよ、用意してから行くから。使用人のやつも実は使用人さんもいて、で本当に全員合わせをしたやつなんですけど、ここには入りきらないので、人数がね多い、いらっしゃるはいらっしゃったんだね。いらっしゃるんです。じゃ続きはウェブでだね。ウェブでね、ツイッターで。チキがいるわ。チキいないよ。いないね。いないよ。違うよ。あのお前中の存在感すごいもんな。そう。すごいね。なんか異彩を放っている。異彩を放っているそれだ。でもヤロちゃんは相当いいかもしれない。やだ。ウィッグがさ、すごいの。ウィッグがね、やっぱすごいね。これ違うんだよね。え、違うの？違うウィッグで、あ、今日の日はじゃんそれ。昨日の夜にウィッグを洗っちゃって、あ、うん、そう、そしたら、うん、これは前の代のキルアのウィッグ。ごめんなんか私の写真出ちゃった。ちょっと置いてこ。違う、おまんじゅうじゃないから。シッキーじゃない。おまんじゅうじゃない。これ誰かな。あ、え、これを？え、これだったってこと？あ、これはね、ウィッグをじゃあ昨日の12時ぐらいから3時ぐらいで作りました。やば、ね、うん、お疲れ様です。すごい。ありがとうございます。そしてシッキーが。空いてるぜ。なんだろう、スタイリッシュにすごい撮ってくれて、なんか雑誌の撮影みたいな感じで撮ってくれたので、なんかすごいこういう、なんかどんどん違うじゃん、サイズも違うじゃん、サイズも違うじゃん、これちょっともしかしたらタイムラグかな、ちょっと更新してもらった方がいいですね。じゃあ、俺、ちょっとスタッフさん、あのこっちに出てる画面を更新してもらっていいですか。シッキーちゃんと現場仲いい、大丈夫、大丈夫、現場仲いい、大丈夫、いじめられてない、いじめられてないね。めっちゃかっこいいよ。かっこいいですね、すごい。全然、そう、なんか最初普通に格好つけて前で撮ってたりしてたんだけど、ふと知った瞬間にカメラマンさんが私の顔を切って撮ったりとかし始めて、めっちゃいいんだけどって言われて、どういうことやと思ったけど、顔切ったらいいってどういうことやと思ったけど、逆にじゃあ顔写さないでさりげない感じの撮影してみようかみたいになって、これで撮ってて。よいよい。きっかけはなんといじめだった。いじめだった。すっげえ似合いそう。これ最近ですか。最近だね。最近だね。あのやっぱり鍛え始めたからか。少しね。少し。少しというか。なんか強いよ。いやそうなんだよ。もうすごいムキムキになっちゃったんだよ。で足とかもさ、太ももが細くなるって、ああやってさちょっと前にするとさ、もうこってなっちゃうんだよね。強そう。強そうでしょ、めっちゃ。そこもなんか戦おうなって感じ。そうそう。いいよね。でも18号本当はまあこういう感じの体型してるから結構ガチム。ガチムチ、ガチムチだと意味変わってきちゃう。ガチムチではない、ガチムチは違うね、意味変わってきちゃう。これお兄ちゃんの服でしたっけ。
あのベルトだけお兄ちゃんの服。あ、ベルト、うん、ベルトだけか。そうそうそう。お兄ちゃんは知ってるのコスプレ？知ってる知ってる知ってる、全然知ってる。お兄ちゃんはやらないの？お兄ちゃんね、すっげー本当にガチすっごいガチガチだよ、本当にガチガチだよ、すごい。もう兄弟そうってガチガチの、なんかなんかこうドラゴンボールでさ、悟空がさこういうパワーリストとかするじゃん、本当にそれをやってたお兄ちゃんは。すごい、かっこいい。なんか悟空に憧れがあったのかも。うん、そういうのあるのかわかんないんだけど、うん、もうなんかプロレスラーみたいになりたかった。あ、プロレスラーなんかなんだっけ、そうなんかいるんだよ、それに、うん、ミステリオだっていうのはなんかすごい憧れてたプロレスラーがいて、それになりたいみたいな感じで、ここにこうリストバンドして、やば、今日のトレーニング終わりだってドサッと、ちょっと呼んでくださいよ呼ぶめっちゃあれ、それ画像終わった感じですか？終わった感じ。あ、みんな見たね。え、見た、なんかまだ見たいっていう感じですけど、続きはウェブで。続きはウェブで。それではね、皆さんお待ちかねの、ゲームコーナー。ゲームコーナー。はい、行きますよ。ゲームコーナー第1弾は？第1弾は？タイトル当て、漢字クイズ！パフパフパフ。それでは、ゆずきちゃん、説明をお願いします。はい、私が説明します。説明係です。はい、この企画はですね、出されたお題がありまして、それを、漢字のみ、漢字一文字で書いていただいて、何の作品かを当てていただきましょうという企画になります。これからですね、私たちだけに見えるように、一つ、作品の、作品の、ほらほら、もう、見たがりなんだから、これからですね、作品のタイトルが私たちだけに見えるようにきますので、それを見てですね、皆さん一文字だけ漢字を書いてください。で、それを皆さんで、見せてですね、8枚のボードを見て、視聴者の皆様と観客席のアリーナの皆様まで、で当てていただこうというものになります。なのでコメントじゃんじゃん打っちゃってください。お願いします。それでは、はい、それでは準備も整いましたか？整いました。整いました。それではカードの方を、はい、カードの方を、では私の方からいきますよ。皆さん見えないように、せーの、難しくない？これを自分が一番このタイトルを表すと思ってる漢字を一文字書くんだよ、一文字だよ、一文字。タイトルに入ってる漢字は NG です。あ、そうなんだ。タイトルに書いてる漢字は NG なので、皆さんご注意くださいね。一文字だけ。ナナリ見ないでよ。それでは書いていただきましょう。反応がなかった今。ナナリの反応が。ナナリ、手札。はい、ちょっと何言ってるか分からない。書けましたか皆さん、漢字書ける？何言ってんの？オッケー、オッケー、出ない、出ない、ね、出ない、ペンが出ない。あ、出た。あ、こっちやっぱりペンが出なかった。先生ペンが出ない。はい先生。あ、はい、くんちゃん左利きなんだ。そうなの、左利きなの。あ、あ、ま、大丈夫大丈夫だよ。投げる感じなんだ、そういう感じなんだ。ほいほいほい、大丈夫、運動神経が、あのいい湿気が取ってくれる。おい、ホワイトボード、ホワイトボードにいっちゃう。 OK、 みんなが書けました。湿気見ないでよ。 OK、 いきますよ。自己さん見ないで。せーの、ダン。さあ当ててみろ。さあみんな当てて。鼻が白、ちょっと待って、かぶってるかぶってる、こうかぶってる、血、あ、かぶってる。体、え、体かぶった。金、金、私かぶった。赤、赤。おお、結構いいと思うよ。ちょっと私が書いたよみたいなサインが、ね、2人ともあるんだよ。主張が激しい。余裕が。さあ皆さん、リスナーの皆さん、そしてアリーナの皆さん、これを見て、浮かぶ。はい、まあ、そんな感じで、ね、アリーナの皆さん、ジャンルが違ったかな。あの、だいたいね、リスナーさんこうひねくれて答えたりしますからね。うん、はい、だからね、白血球のコスしたみーちゃん見てみたいな。そういうことじゃない。そういうことではないんだな。白いやつか。私にやめて、素晴らしい。痛いよ、痛い痛い痛い。コメント欄 IQ 高くない？来年から働くから許して。え、ちょっと大丈夫ですか？ちょっと答え分かってる。そう私のそろそろ答えを、じゃあそう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 
8、7、9、10、5、4、3、2、1。ちょっと待って、今日いじめ会ですか？今日ギリギリの鬼太郎。時間差で流れてきますから、こっちには。うん、あ、そうですよね。みんな誰か答えてくれてる、ね。時間差で違うのが流れてきてる。そうね。大喜利面白いね。大喜利大会めっちゃおもろいわ。すぐみんな以上働く。はい、ありがとうございます。働きたい棒ですね。28番さん正解です。ありがとうございます。なんかプレゼントとかあんの？はい、正解者にはプレゼントが。ミヤのシュシュが。ミヤのシュシュが。やめてミヤちゃんが定食に作ってもらう方で。大喜利でいいんですかって聞かれちゃった。あの、すみません、これは大喜利ではございません。まあね、あの、入れてもらっても構わないですけど、はい、うん、あ、もう答えてくれないと次行けないんで。そうだね、次行けないんでね、楽しいね。はい、じゃあ次来い。じゃあ第2問行くぞ。はい、じゃじゃん。あ、いけるんじゃない？いけるでしょう。うん、はい、はい。絵描いちゃダメなんだよ。漢字が書けないの。漢字書いちゃう。漢字が書けないの。漢字書けないよね。漢字書けない。漢字書けない、私。漢字書けないな。漢字はね、でも漢字書いても分かるのかな。あれ、なんか、あ、違うな。全然違う。あ、これにしよう。間違えた漢字。漢字間違えた。あー、分かんない。じゃあ、私。決めた。待って、合ってるかな。みんな何言ってんだろう。後ろから小声で漢字合ってるかな。漢字が書けない。はい、皆さん書けましたか？書けた。書けた。それでは、オープンしていただきましょう。これ難しいんじゃない？せーの。でれん。桜、あ、桜、浜、桜、桜、あら、浜、龍、龍、赤、龍、桜、うわ、桜多いな。龍って何？龍、龍、これ難しいじゃねえか。龍、多分間違え、ひじりん漢字大丈夫。ちょっとね、ちょっと惜しいな。アナウンサーだから。アナウンサーだから合ってる合ってる。そうだよね、龍ってつかないけど、あの漢字読みしたら。あ、ね、ちょっと足してあげたいね。そうね、そうだね。足りないね。あ、そうなんだ。いやでも多分全く違うものをちゃんと目指して書いてる。うん、うん、さあ、これで漢字書けなくてさ、もう玉だよ、ね。赤迷ったわ。みんなわかるかな。赤、そう、私も桜。私桜って書いてるの見てリフにした。カゴだよって。多分ヒジリはカゴって書こうとしたんじゃない。ごめん、ネタも思い浮かばない。ネタ思い浮かばない。いいね、ストレートに言ってくれていいんだよ。ストレートに言っていいんだよ。そうそう、ストレートに。早く次行こう。早く。もう分かってるでしょ。分かる。花火もなかった。そんなのあった。ある。分かるんだ。分かる人いるんだ、ね。分かる人は。アリーナ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 。分かりますか。分かるんだ。アリーナ分かんない。スラムダンク。ああ、はい。アリーナ会はアリーナからスラムダンクでした。すごい。それは琉球、琉球ドラマだね。琉球じゃないっけ。なんか多分ドラゴンボールなんくるないね。なんくるないじゃん。フレッシュの方にもスラムダンク来てました。ありがとうございます。かっこつけたて。次の題いきますか。それ老朽って読むんだ。老朽部っていう漫画あったね。老朽部、あれはそういう意味だったな。そうか、そうか。あの女の子で。さて、聞きますよ。はい、第3弾。じゃん。あー。これ言えちゃダメなんですよね。これは言えちゃダメ。チェックの漢字入ってきて。漢字が書けないんだよね。思いつかない。どっち？どっちだよ。漢字が書けない。え、絶対かぶるよな、あれは。どっちにするかじゃない？絶対かぶるよな。待って。どうする？漢字書けない。ばらけた方がいいよね。読み合いですからね、これね。読み合いだからね。さっき読み合わなかったから、桜が偉いから。え、ちょっと、どうしよう。じゃあ。ごめん。よし。漢字が書けなくて。あれ、なんか漢字が違う、ちょっと。はい。漢字ろ。漢字ろ。漢字ろ。漢字だ。皆さん書けましたか？書けたかな？フィールいきますよ。せーの。でれん。K、中。あ、かぶっちゃった。中じゃない？読み方。それ何？中。見えない。中。中。いや、中でいいじゃん。中。わかる。中でいいよ。眉だ。眉。読めなかったの。10。K。あ、被った。そう。おー。あ、でもわかるのでは？わかるのでは。すごい。すごい。あれ？みんな優秀。眉も迷った。絶対眉だ。眉だと思った感じが来なかった。いや、私もいいと思うの。うん、いいと思うよね。それどっちで読むの？中。中だね、中。さあ、いかがでしょうか。皆さん、お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 
素晴らしい。フレッシュの方で。ダメだ。これフルネームじゃないとダメなの？フルネーム？こっちかめ。こっちかめ。あ、正解だよ。正解。正解だね。正解だね。正解だね。はい、おめでとう。正解こっちかめです。フレッシュのこっちかめつきますね。交番おまわりさん。さっきの人だよね。素晴らしい。隣の人だよね。そう、眉って書きたかったら書けなかったんだよね。いや、みんな涼って書くと思ったの。いやね、涼って書くと思ったの。ああ、それみんなみんなが書く順になった結果、涼って書くと譲り合い精神日本人ですね。さて次のお題いきましょうか。次のお題はなんだなんだ。皆さんいきますよ。わかるもんだね。次のお題ですよ。次のお題は、あ、手袋だからね。手袋だから。中の人やってあげて。はい、行きまーす。はい。あー。あー。ちょっとこれ難しくない？私ちょっと。やばいな。めっちゃ泣いたよ、これ。泣いたよ。はい、じゃあ行きましょうか。あ、ちょっと待って、これ直感で書く、いやね、だから漢字が書けないんだよ。え、もうなんか直感で書くしかないこれ。あ、違う、間違えちゃった。え、漢字が違う、どうしよう。すごい、私これ絶対みんなわかんない。わかんない、どうしよう。あ、書けました。じゃあ私はもうこれで地名でいくか。地名が違うな、違う。あ、地名かぶる。地名ボード忘れしてるんだけど。みんなそんなの分かるの？すごいね。すごいよく分かる。ああ、そっか。メディアだったら割と分かったかも。分かったかもだけど違うんだ。あれ？漢字これだって。さあ皆さんいかがでしょうか。いけるいけるかな。ちょっと待ってください。何何何、ちょっと待って。ちょっと待って。キラーがイカサマした。キラー。バレなきゃイカサマだよ。やばいな。待って、どうしよう。待って。大丈夫。待って待って。大丈夫だよ。どうしよう。気配消さなくていいんだよ。気配消さなくていいんだよ。ちょっと待って。堂々と行く。堂々と行く。どういうこと。行きますよ。せーの。でれん。流れるでいいのかな。流。流れる。流。血。血かぶった。あ、かぶった。れ。白。隠す。とも。とも。ファインプレーじゃない。面白い。書けなかった。それ逆に知らなかった。やんで。なるほど、超有名よ。そうなんだ。でもティアちゃんも結構ナイスアシストな気もしないでもないよ。ティアちゃん何て書いたの？ナイスアシスト。レイ。ここかぶった。レイ書けんかった。レイ書けん。私漢字違う。なんかさ、分かんなくてさ。クラナド違うな。クラナド違う。あってるあってる。クラナドね、クラナドもいいよね。確かにね、クラナド。これの意味をよく考えてほしい。いや、ちょっとキラパス、キラパス、すごい。シエズヤマのいいもの。絶対わかってるじゃん。これなんて読むの？トガク。わかんない、トガク。あ、トガク。あ、出たよ。出た。あ、すごい、よくわかったの。あの花、正解。すごい優秀じゃない。ミクチン、なんで流れるのか気になるの。だってメンマ流れる。そういうのやめようよ。ジンタンの T シャツがあって、ジンタン、そういうことか。これしか出なかったの。それわかんなかった。すごいところかぶったよね。だってさ、めっちゃ地底人って着てんじゃんね。めっちゃ着てる。確かに。めっちゃ着てる。地って書きすぎてなんかさ、わかんなくなっちゃった。なんかひねった結果、地切ったかぶった。なんか崩壊起こすよね。何崩壊？ゲシュタルト崩壊。そう、ゲシュタルト。簡単？簡単。今の問題。ちょっとアリーナが簡単すぎるって。嘘。アリーナが簡単すぎるって。ラグビー場物語。みんなわかる。ラグビー場。いや今日ね、今回ね、みんなが多いんですよ。なんか笑ってんだけど。次難しいね。割と。次難しいらしい。次ね、あのゆずちんに対して難しいね。いくぞ。はい。いくぞ。ダン。あー、うちわかんないんだけど。私もわかんないんだよ。マジで？みんな見て、今フルでやってるよ全部。ダメダメダメだよ。C だよ。C だよ。はい、すいません。ごめんね。いやね、でもさ、みんなが書きそうな漢字を書かないようにしてるのかな。そういうことね。どうすればいい？あ、これ結構難しいかも。すっげーむずい。難しそう。2、3個しか単語思いつかないよね。絶対誰かかぶる。え、そんな感じなの？え、でもなんか代表する言葉ってあんま なさそうな。なんか長いから。作品が。え、でも多分これ、あ、そっか。待って、ちょっと待って。考えすぎてて分からない。考えすぎてやめた。
考えすぎてわかんない。へえ、みんな書きそうだから怖いな。どう、え、もうみんな書けた？え、私書けてない。どうしよう、どうしよう、私どうしようみたいになってる。よし、わかんない。え、ちょっと待って、じゃあとはシキとゆずちんが書けたら、わかんなそうだから、なんだろう、これにする。もう、はい、放送って何時までですかっていう質問が。はい、この放送は、8時半までですね。え、はい、あ、待って、これ、あ、ちょっと、あと30分くらいかな。もうステージ終わって、もうステージ終わった、もうステージ終わった、終わった。あ、待って、私これ、待って、違うな、ちょっと漢字が立てれば、漢字が立てれば、漢字、漢字、漢字合ってる？合ってる、合ってるよ。ゲスタルト崩壊、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 まあ、合ってるから大丈夫。あんたの字も合ってるから大丈夫。自信なさげな。練習するな、練習するな。象形文字みたいな、なんか合ってるよ。漢字の成り立ちみたいな。みたいな合ってるな。さあ、雪やつ終わった。雪やつ終わった。雪やつ終わった。難しいと思う。これ難しいね。分かる人。分かる人。あ、アリーナは？あれ？これ。いや、でもね、これがすごいナイス。これはね、本当に。これと、よく言われる。よく言われるの。これはむしろこれだよ、命かけだよね。これさえ見て。あ、そうね。いや、これ難しいよね。難しいかな。これ難しくない？やっぱ好きだと分かるかもしれないね。でもね。でも好きだと凝りすぎて逆に伝わらない。なんか大体の設定さえ知っとけば。っていうのがみんなのこれです。これですか。そう、これだよね。わかるわかる。ナイスな。わー！びっくりした。集中して、集中して。すげえ。今自分で考えすぎだから。命じる話合ってる。そうなんです。今もうめっちゃ作品名、作品名でも。ブルーシュ正解です。すごい。コルギアス。コルギアスハンギャスのルルーシュが正解でした。はい。私の名前ナナリーなんですけど、よく言われるから、ナナリー、そう、ギアスからですかってよく言われるから。追加ですか？え、違うんですか？違うんですよ、全然。追加来ました。指令が、指令が来ました。また難しいやつじゃない。これからいっちゃっていいんですか？はい、いますかね。じゃあ次のお題は、次のお題はこちらになります。はい、わかんないんだよ。わかんない。大丈夫ですか、皆さん確認できました？見えましたか？見えましたね。めっちゃダメだよ。待って待って待って、作品がわかんないんだけど。作品が見たことないんだよね。嘘です。あれはなんか話がまた長いから。OK。どうしよう。え、題名入れちゃダメってなると何入れればいいんだろう。わかんない。メモ書いたよ。題名しか思い浮かばない。ヘクヘク。また漢字がゲスタルト崩壊。ああ、もうミヤさんと被る。どうしよう。皆さんいかがですか。わからないか。どうしようか。あ、大丈夫。適当に書いた。適当に書いた。適当に書いた。漢字が、みんな書けたかな。書けた。ゲスタルト崩壊。合ってる、合ってる。漢字がわからないんだけど。ミヤさんどうしよう。チキンね。あれあれ。まだですか？チッキーのやつだけ漢字練習帳みたいになってるから。しかも同じやつ書いても意味ないからね。確かに。なるほど。こういうことか。オッケーですか？いいですか？ちょっと待って、まだ分かってない。まだまだまだ。もうちょい。もうちょいで。はい。オッケー。はい。いきますよ。せーの。でれん。時。ぶ。ぶぶぶ。ぶぶぶ。たつ。たつ。お。はん。そる。そる。そる。あー。影。リンはリンだね。リンのリン、さすがの恋、そうだね、恋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 とソルがもう完璧じゃない？わかんない。そんな感じ。知らないから。これはイメージだよね。イメージ、名前、名前。わかんねえ。恋はロタワ。え、恋やん。え、ブーブーブーずるくない？え、ブーブー。だってこれブーさ、あと2個足したらもうさ、もうそういうことになっちゃうじゃん。あ、違う違う違う。これね、ただ練習してただけだ。あ、本当に？何の話？ブー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 ずるい。ブーブーブーはずるい。あ、これ、だってブーってどう書くんだろうと思って。さっきからずっと練習してるから。ブーってさ、こう書くんだ。あってるあってる。ゲスカレットホークよかさ。え、ちょっとおっぱいにホワイトボード置くのやめて。出てるよ。あ、出てる。おー、すごい。すごいね、この。どれ
で分かったんだろう。ユーザー ID の方は、ね、どれで分かった。いや私でしょ、ずっと分かってらっしゃる。シャドウじゃない、シャドウで分かったんじゃない。シャドウで分かった。これね、黒アイスの可能性もありますね。 ちなみに なんで分かったか教えてもらっていいですか。なんで分かったんですか。影が薄いから。私もグーいっぱい描けばよかった。そしたらもうね、ブブ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 。なんであんなにブが何個もあるんだ。え、じゃあこれだって漢字が分かんなくてさ。出てるよ。ニコニコの方も。ニコニコの方も。ジョジョ出ました。ジョジョ出ました。今ね、フレッシュの方がね、結構コメント早かったね。早いですね。オラ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 。あ、すごい。ヤノちゃんファインプレーだ。やった。ヤノちゃんが正解を言った。これポイント高いですよ。結構。まさかの知らない人がね。そう、知らない人が。そっちの方が強そうだね。だってコスプレイヤーめっちゃ剃ってるじゃん。そうだね。コスプレイヤーめっちゃ剃ってる。名言かな。これ問題が終わった。はい。まだまだまだいきます。まだいきます。はい。マジで追加があるからあれかと思った。びっくりしたね。まだあります。おい、まだいきます。ちょっと待って、次でラストかな。次ラストかな。ちょっと待って。手袋が手袋。はい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 、いきますよ。はい、最後の問題。ああ、来た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 。式かけないのを絵だけにしてくれ。ちょっとマジやばいっす。かけな、いや、ここがさ、こう、あ、これ違うんだよ。それが違う、それが違う。これは違うの。そう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 。あ、分かった、これだ。そう。こう、そうだ。え、こう、こう。そう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 。え、本当に分かってるけど、大きく書いて。大きく書いて。あ、これ、嘘じゃねえか。ちっちゃい。え、本当にこれ？合ってます。なんかさ、違くない？え、これ、これ、え、水？うん、合ってる合ってる合ってるよ合ってるよ。シキ。わかるわかる。伝わる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 。大丈夫大丈夫。はい、行きますよ。はい。せーの、でれん。これ変える？変える変えるバック。バック。A。あ、憧れる。ああ。読めた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 。シキだ。あ、早い、もう出た、フレッシュ。あ、早っ。もう早い。すごい。どんどんね、ほら、待って、A ちゃんと私、漢字違うもん、ここも。え、ちなみに、A ちゃんは水かさ。それ水じゃないよ。そこね、水じゃないね。あ、なんか水じゃないですね。伝わるから大丈夫。伝わるよ。富士の。大丈夫大丈夫。何で分かったんだろう。ゲストよりキャラ濃い感じで行く感じなんだ。あ、ほら、アスイさん。アスイさん、私のやつ変えるな。すごい。すごい。はい、正解は。ラスト1。大丈夫かな、時間的に。ラスト1、ラスト1いきます。大丈夫かな。急いでいきますよ。急いでいきますよ。はい、みんな急いでいくよ。次の問題。次の問題。はい、目だけこっち向いて。はい。うわー、いや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 、これどうすればいいんだよ。また漢字書けないやつ。また漢字書けない。ちょっと待って、難しいよ。なんか違うな、これも。どうする、どうする、どうやった。これ真ん中、これ結構難しい。米だっけ。はい、かけますか。オッケー。待って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 、なんで逆にかけんの。漢字の雰囲気ないから。漢字が分かんない。違うな。え、ちょっと中違う、中なんだこれ。合ってる合ってる。あ、なるほどね。書いてなかったっけ。違う違う違うな。これなんでさ、難しいの書こうとするの。そうだよ、簡単なんだけど。書きますね、書きますよ。はい、せーの、でれん。犬、金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 、甘い、金、焼く、食、麦、食。あ、なるほどね。エリザベスがおる。暇だったから。本当だ。さあ、わかりましたか。金いっぱいいるね。金もっといっぱい小さいね。アンパンマン、正解。待って、何でわかんの。わかんの。はい、1783、正解。めっちゃ早い。はい。これ面白い。皆さんね、このボードはそのまま読み取って、次のゲームコーナーいきます。はい、次のゲームコーナーは、コスミックス名物の10秒カンジュ。はい、ふきちゃん説明お願いします。はい、帰ってきました、10秒がハッタージ。
目です。みんな画伯の誕生待ってましたね。そうだね。待ってましたね。うん、はい、皆さんにはですね、これからボックスの、中から1枚カードを引いていただきます。そこに書いてあるお題の、キャラクターの絵を描いていただきます。もちろんですね、10秒で描いていただきますので、皆さん心して臨んでくださいね。一人一つずつやってさ、さらされるやつですね。そうです、さらされます、さらされますね。一、はい、人ずつ。さあ、これ誰からいきます？はい。得意だね。チキ得意だ。チキ得意ね。じゃあ、見本見せてもらおう。見本見せてもらおう。見本見せる。あ、でもね、せっかくだから。ティアちゃんから。ティアちゃんから。はい。お願いします。何？チキ鳥になってるよ。はい。じゃあ、それを見ていただいて、これ僕ら見ない方がいい。あ、見えちゃった。大丈夫、言わなければいいの。別に我々は言わなくて大丈夫よ。はい、我々は回答権ないです。回答権は引き続き、視聴者の皆さん、アリーナの皆さん。大丈夫、10秒で書ける？見えよ、難しい。書けないよ。まだまだ、みえちゃん、行きますよ。はい。はい、測ります。ちょっと待って、まだ。うち分かった、それで。うち分かった、それ。よーい、スタート。ちょっとズルがありましたけど。ちょっとズルがありました。まあ。違う違う、文字書いちゃダメよ、文字書いちゃダメよ、文字消して。でも分かると思うよ、はい、すごいよ。では見せていただきましょう、ね、どうぞ。てれん、ねえ、ほら、ほぼ答えよ。ほら、さあ、なんか必要なものは全部書いたよ。必要なもの、ね、ニコ玉の方が。わー、ケンシンさん、ケンシン、さすが正解。おろろ、はい、おろろ、おろおね、ルローね、ルローね、ちびまる子ちゃんは前回働きたくない、絶対に。え、なにこれ、え、あ、え、なにこれ、そう、じゃあこれは面白くなるぞ。知らない感じで書く、なんか、向かってきた、頑張ります。はい、じゃあちょっと想像でね、想像でね、こんな感じかなっていう。準備よろしいですか？はい、いきますよ、よーい、スタート。9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、終了。さて、歌いの極み、言いたいだけやろう、言いたいだけやろう。ではオープンしていただきましょう、どうぞ。いや、ずるいよ、ずるいわ。これ、なにこれ、なにこれ、うち答えていいの？やべえ、ダメだよ、ダメだよ、絶対ダメだよ。え、なにこれ、おー、なるほど。あ、ちょっとティアちゃんの被って見えてないかな。なになに、なに、地図記号みたいになってるじゃん。地図記号、分かったよ、嘘、分かった、アメ、分かった、分かった、そういうことね、そういうことか、すごい。アリボンじゃないんだ、アメ、なるほどね、分かった、分かった、地頭の良さ求められるの、分かった、分かった、頭の良さ、タイトル名なの、それともこれキャラクターなの、キャラクター、キャラクター分からない。おー、来た、来たよ、正解、あ、来た、あー、あー、なるほど、私の大好きなやつだ。はい、ニコラは正解、284%正解、超難しい、クリーミーマミ出てきてるわ、キャンディ、キャンディ、赤いキャンディ、青いキャンディを知っているかい、何回キャンディスやめろよ。アニメやば、アニメやからな、大体な。これ戻すの？はい、いただきます。なるほどな、なるほどな。それでは準備はよろしいでしょうか。はい、いきます、よーい、スタート。すげえ怖い、自分のターン来るの。7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、いきます、はい、では見せていただきましょう、どうぞ。すごいな、8、8、自信ありだぞ。分かるでしょ。分かった。めっちゃ分かった。うまい、うまい、うまい。滝川クリスタル。それは本人おもてなし。あ、でもこれ引きで見るとひどいね、これ。ちょっと来てなかったけど。ドクタースランプ。これ何？あ、ドクタースランプです。そうですね。ありがとうございます。え、すごい。うちラブリンかと思った。しまじろうの。あられちゃん。あられちゃん。あられちゃんなの？あられちゃんなの？これ。ラブリンでしょ？違う。はい、フレッシュの。すごい、ありがとうございます。フレッシュ、フレッシュ、すごいな、優秀、解読民いるでしょ、フレッシュ、優秀なの、まあ、やだな、すごいね、すごい、なんかすごい的確な野郎か、女子かが、これ置いとくから良いですか、はい、なんかシッキーかと思う。では、いきますよ、よーい、スタート。あー、どうしよう、できるかな、できるよ、ナナリーなら、本当に、5、
4、3、2、1、あ、これちょっと無理だ。1、おしまーい。終了。え、これで伝わんないかな。はい。でれん。なに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 、言葉遊びみたいな。え、これじゃないよね。これは関係ない。これは関係ない。それ長いんだよね。そう。え、おフランスパンみたいなのが頭の上。待って待って、何それ。なんで言葉遊びみたいなしちゃったの。なんだそれ。つるって書いてる。つるって点数遅くのされ。あのね、ニコ玉ね、一回更新してみて。ちょっと遅いなって思った。更新ボタン押してみてください。おさまちさんではないの。違う。違う。あ、うん、吸う人、吸う人じゃない。あん中にヒントは出てない。全然出てない。これで出たらすごいよ、マジで。あ、これちょっとフレッシュ読めない。なんて読むの。ジョウスケ。ジョウスケ。違う。確かにリーゼントっぽく見えるよね。リーゼントじゃないんだよ。あ、なるほど。リーゼントじゃないんだよ。じゃないんだよ。じゃないよ。ちょっと難航しておりますね。ヒント、ヒントなんか。この絵は何の部分。ヒントはダメ。ヒントはダメ。なし。ヒントなし。ブーかな。おそ松も違う。これはすごい嫌だ。自罰ゲーム絶対嫌だ。みやちゃんカウントダウンいきますか。これはまだ1回目。これちょっと回答が大丈夫かな。10いきましょう。カウント、回答カウントダウン。9、8、もうやだやだ。ひどい。どっちだ。これ
ちだ。どっち？絞れた？絞れた？絞れた？両方言って。アリーナ両方言ってみたらちょっと比べて。魔法少女系。魔法少女系に見えるよ。魔法少女系。杖なのかあれは。ニャンチューしか見えない。ニャンチューか。ニャンチューか。人間の顔。すごいすごい。クリームパンミュー。あと一発よ。お団子大事なやつね。そうそう。あ、なるほどね。透明だと見えない。透明だと見えない。あ、そっか、透明見えないんだ。え、に、じゃあニコニコの方がかなり正解に近づいてる。いい感じに来てるよね。正解。え、みんな分かってる。分かってる。え、お願い。このヒントで分かった。答えてあげて。お願いお願い。あ、違う違う違うんだよ。ニャースの声でしょ。それはミーヤだ。それ私じゃない。ミーヤだな。これ私じゃない。ララベル。え、教えたとこまで来たんだけど。分かる人いない。ニャースの声でしょ。ララベル。ララベル。言ってあげて。言ってあげて。名前を言ってあげて。みんな早く答えていくよ。名前を。名前が欲しいよ。7、6、5、マジで？分かってる人いる。まだあと5秒待ちますから。あ、そうか。テキララ。違うんだ。いじめだ、いじめだ。ありがとうね。二。え、そう。一。寝ない。お前ら答えてやるよ。寝ない。ああ、来た。ロスタイム5秒で。328番さんがね。ロスタイム。苗字でも。セーフ。セーフ。なんで？私の時アウトだったじゃん。なんでよ。ドレミちゃん28がセーフ。ドレミちゃん。ドレミちゃん。そうです。春のドレミです。春のドレミちゃんの名字初めて知った。知らなかった。じゃあ画伯。いや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 。画伯いきますか。何言ってんの。色彩は色彩最後にすれば。いやいやいや何言って大丈夫。最後は見えよ。怖いわ。書ける。では画伯。はい。ですか。ええ。で測りますよ。もう尺もないですから。マジで言ってんの。はい。よーい。スタート。あ、もう怪しい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 。待って漢字書かなくていいよ。よ、三、ん？二、あ、待って怪しい。ちょっと信じられないんだけど。何あれ？ちょっともう見せてもらっていいですか？よくわかんないもん。ちょっと泣いちゃう。多分これだけど。はい、現場検証よーいスタート。はい。やっちまった。もうシッキーもシャクさんないんだからさ。なんか自分で自分で書いてて泣きそうになっちゃった。何マ？力こぶなんだ。力こぶ重要だよこれ結構。あ、力こぶだったんだそれ。合ってるんだ。力こぶ。力こぶ。お兄さん？お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん違う。こんなんだよ。金額も違うんだな。違う。筋肉マン。もある。カメラにも開いちゃったね。今ね。筋肉マンも違う。あ、エヴァの何か違う。筋肉マン違うの？筋肉マン違うんだよ。え、何？顔。顔？顔どこ？これ顔？筋肉マンブラックも違う。筋肉マンから一旦離れてほしいと。筋肉マン違う。なるほど。ジャングルの王者。母ちゃん。母ちゃん違う。母ちゃんはもしかしたらお兄ちゃんかもしれない。ゾンビ。ゾンビですね。うちのお兄ちゃん母ちゃんだマジで。ゾンビリスではない。あ、もう。早い早い。ピン早いって。ちょっとわかんない。わかんない。ピンがわからないから諦めます。ピンがね、もうだってわかんないから早くということで、あと10秒とプラスねロスタイム5秒待ちます。カビゴン違うんだよね。画面の。10秒前。大喜利する余裕ないもん。7、6、5、4、3、2、1。もう大喜利の余地もないと。さあコメントのラグを待ちましょう。ラグを。はい。画面を。ぐらいかな。ラグってんのはシッキーだけど。バグってますね。コナンのあれ。どれ？コナンの。カメラも違う。何何？新しいキャラ。アリーナ、アリーナ。アリーナは？最後の頼み。サルボボアロタ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんなんか何系の妖怪かだけ知る。妖怪じゃない、妖怪じゃない、霊長類なの。正解は、正解はドンキーコング。ああ、いや、ああって、ああって、ちょっとまあ、え、もう一回見して、よく見ろ。何これ、これ何？なんかマリオカートにそんな感じの植物のあれがいる。三千円。それアイコンにしようよ。アイコン、やべえ。記念に。怖い。写真よ。怖いって言って、怖いってやべえわ。じゃあ見合いのタイミング。ちょっと待って。聞いてからリアクション。行きまーす。はい。
よーいスタート。バナナ書いてよって書いてある。8、7、6、5。みやちゃんもちょっと不安な空気出てたぞ。3、2、1。なんでわかんの、なんでわかんの、わかんない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 、めっちゃ笑われた。あれかな、わかるやろ、石川の人。あ、わかんない、今アリーナが、アリーナが、わかる、わかる、かわいい、わかるよ。あー、深いわかわいい、似てる、確かに似てる、似てる。プレスさん正解です。深いじゃなくて、石川越えも。あー、これはかわいい。あ、野原みさえわかる、みさえわかる、みさえわかる、ほら、結構今回いいべ。うん、かわいい。というところでゲームコーナー終了になります。あ、一騎打ち、罰ゲームは、そうだよ、罰ゲームがあるからね。時間あれだ、じゃんけんだ、はい、じゃんけん、罰ゲーム、じゃんけん、ね、ワースト決めます。じゃんけんするまでもなくない？ワースト2人しかいない。見してみなよそれ。何これ、モンキーコングだっつってんじゃん。消しちゃった、消しちゃった、ね、なんか作品名まで当たってたから。うん、いやいや、ね、なんでなんで、周り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 、じゃんけんじゃんけん、うちの滝くりがそう言ってるやん。判定は、さんも正義、じゃ皆さん判定は、じゃあワンちゃん、そうそうそう、シード扱い、シード扱い、シッキーシード扱い、350、謎。じゃんけんだけする、じゃんけんしようか。最初グーじゃんけんぽい、よっしゃー、あら、今のところ、カットできないんですか。ごめんなさい、これ今回生放送だ。カメラの角度で映ってなかった今。もう映ってなかったじゃないんです。すぐそうやってみんなもう。もう一回、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 もう一回。最初はグー、じゃんけんぽい、あー行こうでしょ、あー行こうでしょ、あー行こうでしょ、あー、いや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 、これは仕方ないです。これはバッチリ不思議、お証拠、お証拠取っちゃったからね。はい、はい、の罰ゲームはなんと、名物でもあった、不思議です、名物不思議でした。ちょっと現場を抑える時間あります、大丈夫ですか、現場を抑える時間ありますか。残念でもなく当然ですね。じゃあ、あの式にはですね、動揺のあまり、動揺のあまりタイマーを落としてしまった。アイコンを後で変えてます。アイコンは後でじゃあ変えるの、はい、アリーナが直してくれるっていうね、高いね。優しいアリーナ、アリーナありがとう。誰もが予想していた結果って、はい、ゲームは、皆さんね、壊れちゃった、マジで壊れてました、マジで壊した、もう最終回にやってくれましたね。はい、シッキーが、自画像を描きます。あ、私自画像だっけ、はい、10秒で自画像を描いていただくんで、その自画像を、はい、写真で撮って、ツイッターのアイコンにしてもらいます。いきますよ、今の顔にしよう、いきますよ、シッキー、いいよ、なんかちょっと太いの、ちょっと太いの、いいよいいよ、いきます、よーい、スタート。あ、待って、嘘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 、ちょっと薄かった。あ、乗りました、乗ったら、いや、ちょっと自体は壊れてる。あ、じゃあ行きますよ、行きます、はい、よーい、スタート。後ろか、1、ちょ、3、待って、5、6、顔、7、8、9、ストップ。なんか極みたい、口だけでも書かせてる。ちょっと口だけは書いていいよ。見かしてない。なんでそうしたんだよ。はい、ちょっとよくなくなったよ。よくなくなっちゃったよ。ね、シッキーの自画像です。そっくり。そっくりじゃん。にゃ。おっぱいで写っとったけどね、はい。おっぱい描けばよかったんじゃない。あ、なるほど。はい、これがあのツイッター。腕の高橋さん。サムネイルになります。サムネイルになります。ゲームコーナー終了。もう最終回ということなんで、いつもの MVC はね、なしとなりますけれども、みんな一番、そう、みんなが一番、みんなが一番、みんなが一番、じゃあね、いつもの告知コーナー行きましょう。はい、あ、どうぞどうぞ。あ、なるほど、はい、今から聞くんですね、うん、じゃあ告知、あ、言える人、口頭でね、できる人たちからね、行きましょうかね。出ないやつ、はい、いいですよ。はい、じゃあひじりんからお願いします。はい、私はなんか撮影会とかいろいろやってるんですけど、告知は詳しくはあそこにするそこにあ、まあいいや、はい、詳しくはこちら、ちょっと寄ってもらっていいですか、カメラさん、こちら、画像消して、いや全然画像あっても、ここから読み込めるかな、
タイムラグがすごいね今日ね、うん、あそうだねみやちゃんの顔みたいなやつね QR コードで喋る QR コードどうも竹川クリスティですあ、違うね、リアルタイム予告らしい声かかってくるなりてらしいなりてらしいはい、おもてらしいですねはいおもてらしですねこの Twitter ID、皆さん、そう検索してください Twitter をフォローしてください、そこに全部書いてあるのではい、全部書いてある全部書いてある全部書いてあるはいエッチな撮影会も全部書いてあるそう、なりてらしも書いてあるなりてらしもなりてらしも書いてある、書いてある書いて書いたよろしくお願いします。はい。よいしょ。次は？お次は？ピアちゃん立ってた？あ、え、他にもいる人いた。はい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 、じゃあかけた人から。あ、矢野ちゃんが手を挙げた。矢野ちゃん。ほい。ほい。ちょっとまだ日にち決まってないんですけど、10月下旬ぐらいからレイヤー学園 TV っていうあの動画に今参加させてもらってて、放送がまだちょっと未定なので、よかったらツイッターの方で更新するので、こっちのカメラを。見てください。あ、はい、こっちです。こっちです。可愛いかよ。はい、ツイッターの方で情報チェックしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。TV だって。TV TV 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 つながりだね。ついに。指揮それ出すの。こちらです。何を告知したんだ。じゃあいいかな。はい、四谷七里です。割と秋はイベント目白押しで、普段撮影会とかいろいろこなしてるんですけど、カメラ中。10月14日は秩父でレースクイーンやります。生まれて初めてちょっとレースクイーンやらせてもらいます。秩父でしかもね。そうそうそう、あの花のせいで、あの花のせいで、え、振らないで。10月21日日曜日幕張でライブあります。ハロウィンにちなんだパフォーマンス準備してます。すごい。でそんな感じで来月の21日、来月じゃないや、再来月の21日も浦和でライブさせていただきます。こう見えて結構歌歌える方だと思ってるので、ぜひぜひ確認してみてください ね, ね, ね本当にやろう、ね、やろう、ビジネスやろうじゃないかんね。ビジネスやろう、ビジネスやろうじゃないかね。はい、はい、そんな感じです。あと4分ある。はい、行きましょうか。はい、はい、はい、じゃあちきちゃん、あ、僕、はい、コスプレはコスプレコレクションっていう、池原のあれかな、なんだろう、池原の一部でこういう、キャコスプレコレクションっていうステージがあります。10月27日の土曜日で、私とキャちゃんが所属しているグロアップっていうあのチームでやってます。で、私はちょっとまだ出るか分かんないんですけど、ティアちゃんは確定メンバーということで、はい、グラブルの作品になってます。お、楽しみ。場所はパフォーマンスやるんで遊びに来てください。東池袋中央公園でやります。よろしくお願いします。ある人は、こっちのゆずきと抜かれてないかな、抜かれてない、こっちこっち来て、カメラさん抜いてもらっていいですか。おい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 、刺しちゃった。はい、来たわ、来た。ゆずきとパフォーマンスやってます。はい、マックスベッドっていう、マックスベッドっていうチーム名で、とりあえず次は富士コス、富士山コスプレ世界大会っていうやつに、まあエントリーだけしてるんで、まだ出るか分かんないんですけど、受かれば、受かなくてもまあ行くんで、受かんでなくても行きます。あとはゆずちはもういいんだよね。はい、空港が一緒です。じゃああと僕だけかな。そうだね。はい、あの画像のやつです。画像のやつです。もう全部ね、ツイッターに書いてあります。あと事務所に入りましたので、え、そうなの、なんかそこそこ告知とかするんじゃなかろうかと思います。おめでとう。あのツイッターの方、おめでとう、おめでとう、まい、これね、これをこれをフォローしていただければと思います。QR コードが喋ってる、よろしくお願いします。ということで、はい、さあコスミックス最終回終わりですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。あっちゅうまやったな、いかがでしょうか。あっちゅうまやったな、でけえな、QR コードでけえな、楽しかった。楽しかった。いや、よかったもんね。寂しいね。まあ、今回最終回ですけれども、うん、もしかしたらね、まあね、なんかね、続けてほしい漫画みたいな感じでね、うん、そうだね、ドラゴンボール回みたいな、コスミックス日和回みたいな、回みたいな、回がね、コスミックス日和何回かもしれないけどね。そうそうそう、なんかあるかもしんない。あ、あと1分ありますね。今ね、コミュニティもフォローしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたらなんかあるかもしれないので、うん、今後ともね、あの各メンバーの、各メンバー、それから各ゲストさんの、うん、活躍を、楽しみにしていただければなと思います。はい、今後ともどうぞ
よろしくお願いします。はい、ありがとう。はい、20回もやりましたからね。ね、すごいよね。20回です。20回だよ。長かった。長かったね。ちょっと自画像出しとか。自画像出して。個性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 出して。それでは皆さん、ニコ生の皆さん、フレッシュライブの皆さん、そしてアリーナの皆さん、ありがとうございました。